こんにちは、那原です。今日は資金のない方でも取り組みやすい無在庫販売のビジネスなのに、初心者でもいきなり大きな売り上げを上げることができて、しかもかなり面白い、ある意味究極のビジネスについて徹底解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、僕が解説するというよりもですね、このビジネスの達人である成田さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で成田さんから、ね、今回のビジネスを教わって、まあ、すごく稼げたという滝沢さんに、ね、来ていただきましたので、ちょっといろいろお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。滝沢さん、はい、いきなりで悪いんですけれども、はい、このビジネスでいきなりどんぐらい稼げたんですか？これが400万円くらいです。400万円ぐらい、はい、いきなり一発で一発です。おなかなかすごいなと思うんですけれども、まあ、初心者の、ね、滝沢さんはいきなり一発で400万円の、ね、売り上げを出したというこのビジネスについてね、今日は解説していきたいと思います。というわけでね、僕の YouTube チャンネル見ていただいている方はもうね、うすうす気づいてると思うんですよ。もう薄く気づいてると思うんですけれども、成田さん、このね、滝沢さんがいきなり400万円の売り上げを出した、ある意味究極の無在庫販売ビジネスというのはどういったビジネスなんでしょうか？クラウドファンディングです。クラウドファンディング、初めて聞きました。嘘つけた略してクラファンとね、はい、呼ばれていたりしますけれども、はい、では滝沢さんはこのクラウドファンディングを成田さんから教わっていきなり400万の売り上げ出したと、これは間違いないですかね？そうですね、間違いないです。はい、まあ、今日はね、その今表も裏も全部ね聞いていく、そういう企画になっていくんですけれども、クラファンと、はい、聞いたことないなと、クラウドファンディング聞いたことないなっていう方もね、いらっしゃるかなと思いますので、今日はちょっとなんかこう詳しめに成田さんにクラウドファンディングとは一体何なのかについて説明していただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ、クラファンについて、まあ、これからお伝えしようと思うんですけれども、まあ、初めて、まあ、僕のことを見るという方もいると思うので、まあ、ちょっとだけ自己紹介させていただきたいと思います。はい、成田光と申します。まあ、すごい、はい、名前がかっこいいんです光ちゃん、光ちゃんなんです。はい、ですね、1978年生まれの秋田県出身と、で一昨年までは東京に住んでたんですけど、今北海道に住んでて、会社は東京にあるんですけど、まあ、北海道とこう行ったり来たりというような、まあ、二拠点生活という感じで今やっております。でですね、まあ、その独立したのが8年ぐらい前ですかね。多分その頃にちょうど船原さんの、うん、まあ、コンサルされてて、それに入って、でそこでいろいろ勉強させてもらって、まあ、そこから独立したと。その前が、まあ、もう大体このマークで分かると思うんですけど、まあ、某猫マークの、分かんない何個かあるからな、某猫マークの運送会社で、はい、本当にアマゾンとか運んでて、はい、っていう感じで、まあ、物販とはまあ馴染みがあったのかなみたいな、まあ、お仕事をしていました。うん、はい、ドライバーさんだったってことですね。そうです、ドライバーも普通に多分誰かのお宅に僕行ったことあるかもしれないです、はい、まあ、某ネコマークの会社で働いてまして、その時にまあ副業でですね、まあ、eBay仕入れのヤフオク販売という、うん、まあ、これがもう本当に船原さんのもう有名な、はい、あの伝説 の、 あのホリエモンがおすすめの本を、あの伝説の本ですか？そうです。この本ですか？そうです。あ、この世界一楽しく儲かる金持ち教科書、そう、伝説の、ま、はい、14年前の本ですねありがとうございます。そうです、この本をこれ買ったのかな、多分買ったと思うんですね。ちょっと待って、買ってくださいよ最低買ってください。だから立ち読みじゃないと思うんですけどで買って、なんか、あ、こういうのはあるんだと、うん、で実際にやってみたら、やっぱ5000円とか3000円とか、なんかやっぱ儲かったんですよね。で、あ、こういう世界があるんだということで、うん、まあ、そこからそういう、まあ、物販の副業をやりだしたと。それもうね、そこの時点で勝ち組ですよ。 ありがとうございます。2010年ですよね。そうですね、その頃に物販を始めた。なんでその前はなんかそのなんか携帯のアフィリエイトみたいなのをちょっとやろうと思ったんです。はい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 、でその時って、まあ、その PDF とかネットでもないんで、はい、なんか本当にファイルを送られてきて、はいはいはい、マニュアルが書いてるんですよ。はい、あ、ファイルってこう紙の紙のファイルですか代引きで3万円みたいな感じ、はい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 、このファイルは何なのって、はい、で奥さんにちょっと怒られて、3万円の謎のファイル買ってえ、なんか書いてませんでした、なんだ
これピン入れてくださいねなんだったかで、まあ、やっぱりまあちょっと難しいなと、はい、でまあ稼げるなっていうそういう世界があるんだっていうことを知って、まあ、その船田さんの方に出会って、うん、で実際に稼げて、おすごいなという感じで、うん、まあ、今に至るという本当感じなんですけど、でそこからまあ徐々にその、まあ、副業でやってて、まあ、中古品だったんでやっぱりこう、まあ、メンテナンスとか写真とか撮らなきゃいけなくて、まあ、大変だなっていう感じだったんですけど、なんかその頃から徐々にこうアマゾンでも物売れるよみたいなこういうのがこう出てきたん でそこでそのアマゾンの倉庫に預けて勝手に送ってくれるっていう、まあ、FBA っていうまあシステムを使うと、まあ、副業でもすごくやりやすいよみたいなのがこう出てきたので、まあ、そこからこうアマゾンでの販売にこうしっかりと取り組みになったという感じです。でそういう感じでこうどんどんやっていったら、まあ、徐々に利益も出ていきまして、まあ、そこから3、4年後ぐらいですかね、2016年にまあその某ネコマークの会社を、はい、まあ、退職して、どこですかね、三つかな、佐川かなで退職して、まあ独立という感じです。まあ、そのちょっと後ぐらいですかね、まあ、クラウドファンディングっていうのがあるよみたいな話がこうなんかまことしやかにささやかれ出して、あ、まだそのぐらいの時代ですよね。そうですね、なんか聞いたことあるみたいなね、この界隈ではちょっと話になった時に、まあ、結構いち早く、まあそのまあ、これを最初にやったのは中国で、まあ、これも船田さんと行って展示会でなんか面白い商品があって、で今までのアマゾンってやっぱりもともとあるカタログに出すみたいなことをしてたので、だって似たような商品は日本になかったので、じゃあこれクラファンっていうのをやってみたらいいんじゃないかみたいな感じでやって、その時で最初で300万ぐらい売れたんですかね多分、うん、であれこれはすごくいいぞと、でまあ後でお話ししますけど、クラウドファンディングってまあ予約販売なんでほとんど、で先に出してお金入ってきてそれで仕入れるみたいなことができるようになると、これはすごくいいんじゃないかという感じで、そこからまあ月1ぐらいでこうクラファンをやるようになりました。でまあそういったノウハウをこうどんどんこう溜まってきたので、まあそれをまあその知り合いとかに伝えたりしたら、こうすごくいいねっていう感じになって、まあそこからこうちゃんと体系化して、でいろんな方にまあ教えたりとか、まあ、もちろん自分でもずっとやって、まあ、そのクラファンは多分本当100回以上はもうやってるかなっていう感じなんで、で今まででまあサポートしてる人もまあ700人以上はいるかなと、で、まあ、トータルクライアントさんだと今多分8億とかはいってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、そういった感じで、まあ、今ずっと支援をしているという感じです、はい、でクラウドファンディングとはというところなんですけども、まあ、本当にこれは、まあ、定型文みたいなものなんですけど、群衆クラウドと資金調達、ファンディング合わせた造語と、なので、まあ、よくクラファンっていうと、まあ、こうなんだろう、困った人の支援とか、うん、海外で、学校建てるとか、なんかそういうので使うっていうイメージかなと思うんですけれども、またもっと大きい、考え方で言うと、なんかこう例えばこの商品作りたいよっていう人たちにこう応援するためにこう資金を出して、でこれが成功したらそれをもらえるみたいな、まあそういった感じでやっていくっていうのが、まあクラウドファンディングというものですね。なんですが、まあ僕がまあこのお伝えしているのは物販系のクラウドファンディングというところで、作りたい商品があるけれども、まあ資金が足りないとか、まあそれでその資金を集めるってパターンはもちろんあるんですけれども、今僕がやっているのはすでに物ができている状態のをやっております。なので、まあ、こちらで書いてるように、まあ、海外にあって日本で売ってない商品とか、既存モデルのニューモデルとか、または自社商品であったりとか、その、まあ、ゼロから商品を作る必要はないんですね。こう図面を引いたりとか、まあ、そういうことじゃなくて、もともとあるものを持ってきて、それをクラウドファンディングに出すという形でやっております。なんかクラウドファンディングっていくとね、今からこういうのを作りたいから、うん、みんなでお金を出して集まったら作りますよっていうイメージがあるんですけれども、うんうん、はい、そうじゃないってことなんですよね。そうですね、まあ、そういったものももちろんあるんですけど、まあ、の日本で初めてみたいなものであれば、まあ、基本的に OK なので、うん、まあ、言ってみたらもう完成品を見つけてきて、うん、まあ、日本でこれを紹介する、で予約してもらってお届けをするみたいな感じなんですよね。なるほどね。滝沢さんはそのやられる前どう思ってました、クラウドファンディングについて。あ、自分がやれるとは思ってなかったですね。あ、なるほどね、うん、なんか遠い世界の話だみたいな。そうですね、なんか誰がやるのかなって感じですか。
まあでも成田式だとこう海外でもうすでに普通に売られているような商品であっても日本初めてだから大丈夫っていう。そうですね、基本的には大丈夫です。じゃあ自分で作り出す必要はないと、はい、いうことですね。実質的にその海外の商品をまあ日本に持ってきて、販売するっていう形になるので、その時にそのまあサンプル一つあればまあクラウドファンディングでできちゃうんですよ。なので、まあ、それを1個持ってきて、まあ、それを出すと、で、これが欲しい人っていうのを集めて、そこでお金が貯まって発注するみたいな感じになるので、まあ、実質的に本当予約販売みたいな感じなんですよね。なんでこう予約販売のなんかちょっと形が変わった、なんか呼び方が変わったみたいなイメージで捉えてもらっても、まあ、大きく間違ってないかなという感じですクラウドファンディングって言ってるけど、うん、なんか本来的な意味のクラウドファンディングじゃない方向性で育ってますよね。そうですね。その本来の意義はどうなんだってところありますけど、まあ、日本の場合はそういう感じと独自の進化を遂げていると、そうですね、はい、日本もね、はい、ということ、まあ、予約で目新しいものが買えますよっていうのが今の日本のクラファンの実態なんですよ、はい、ということですね。でこのクラファンのメリットなんですけれども、まあ、自分だけの、まあ、商品なんですよね。その海外の商品を日本で出すといった場合に、その海外のメーカーと独占販売という契約を結ばないといけないっていう、まあ、クラファンのルールがあるんですけれども、その独占販売を結びますとなると、結局それってもうほぼ自分の商品とか自分しか売れないんで、その価格競争とかライバルと同じ商品でみたいな、こうアマゾンでよくあるようなこう戦いが基本的には起きないという感じになります。で、あとはその1個の商品に対してどんどんこう、PR というか、まあ、そういったのをしていくので、まあ、大きな売り上げを立てやすいと。で、あと一番僕が面白いなと思っているのは、やっぱその自分が好きな商品をやっていって、でそれが大きくなっていって、でそれを例えば大きい量販店だったりとか、まあ、実店舗に卸したりとかもするようになるので、なんかビジネスとして別にこう転売が悪いとかっていう前提ないんですけど、やっぱりこうなんかまっとうなビジネスというかちゃんとしたビジネスまあ本当に普通のなんか実業って感じなんですよね。でその入り口にすごく立ちやすいビジネスかなと思うので、やっぱりこう店舗とかにこう自分の商品が置いてあったりとか、それをまあ使ってる人とかがまあ実際にあったりすると、すごくなんかこう充実感というか楽しいなっていう感じになるので、まあここは本当になんかクラファンまあならではというか、すごくいいところだと思ってます。はい、まあ、このあたりはね、多分滝沢さんも思うところはね、あるかと思いますので、このあたりもね、ちょっといろいろ後でね、聞いていきたいと思います。はい、でまあ、その卸業務というか、まあ、その量販店に卸したりとか、まあ、していくのと同時に、そのクラファン自体が、まあ、なんかこう、商品のプロモーションにもなってるんですよね。なんで、僕はこうネット上のまあ展示会みたいな感じかなと思ってるんですよ。でそこでいろんな人に認知されて、まあ、よりその一般販売の時に売りやすくなるという効果もあります。やっぱりその転売と比べてやっぱ圧倒的にこうなんだ社会的な信頼度というかビジネスに対して、やっぱりこうクラファンと融資をセットにしてるこう銀行とかそういうところもあったりもするので、やっぱこうこういうのをやってるとなんか信頼度が上がってビジネスがこ うまく回りやすいというところは僕は自分でやってみてすごく感じました。うん、でも単なる転売じゃないよと、先ほどもおっしゃったように真っ当なビジネスなんだよと、はい、いうところですね。はいはい、まあ、ここがメリットであるということです。ということで、成田さんにね、まあ、ざっくりちょっとクラファンについて教えていただいたんですけれども、まあ、ちょっと僕の方でまとめますと、まあ、クラウドファンディングって言ったらね、なんかいろんな人からお金集めてそれでなんかやろうぜみたいな意味合いが昔はあったけど、日本のクラファンは独自進化を遂げており、まあ、海外の、まあ未発売の商品とか、まあ、あとはその海外じゃなくても目新しい商品を予約販売しているような、まあ、サイトとかサービスなんですよということですね。で、まあ、転売と違って、まあ、いろんなメリットがありますよというところはちょっとねご理解いただけたかなと思います。はい、まあ、ただちょっとねこういう話聞いてもよくわかんねえぞという方もいらっしゃるかなと思いますので、今日ね滝沢さんを連れてきましてはい、まあ、実際にねやられた方に、まあ、いろいろちょっとインタビューをしていって、こうクラファンの良さとかを聞いていきたいと思いますので、滝沢さんお待たせいたしました。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと僕の方からご質問させていただきたいんですが、今クラウドファンディングをやられているということなんですけれども、まあ、
本業でやられているというか、こう副業でやられているかといったらどちらなんでしょうか。そうですね、なんか今は物販、ほぼ物販だけなので、はい、本業とか副業とかのちょっと区別がつけてられ ないんですね。もともとはあの紙媒体の編集と執筆をしていたんですけど、両親の、あの介護2人が同時進行で結構大変になってきてしまって、はいはい、でまあ、こんなその結構締め切りだらけの仕事いつまで続けられるのかなと、うん、あのちょっと不安になった時に、もともと自分で仕事を起こしてみたいっていうあの気持ちがあったので、まあちょっといろいろと考えて、まあ、物販がちょっと手っ取り早そうかなと。ちょっといきなりめっちゃ飛びましたねそうですね、ちょっとネットでいろいろと考えてみて、はい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 、いや物販ちょっとあの、まあ、なんていうか発展性があるかなっていう、うんうん、あの気持ちだったんですね。売ることができる人になったら、うん、あとは何でもできるかなって、ちょっとなんかそんなちょっとあの希望もあって、でとりあえず始めたのが中古のカメラの eBay っていうサイトを使った店、輸出販売です、ね、おいきなりすごいところ行きましたね全然違う方向に行きました、はい、じゃあカメラを中古ですね、中古で、はい、これ日本で仕入れて、はい、eBay です。 eBay はね、あの先ほどもちょっと出てきましたけど、海外の最大のオークション、うんうん、ここに売る、まあ、輸出をまずはスタートされたということなんですね、はいはい。それいつぐらいなんですか、ちなみに。そうですね、結構前で2019年ぐらいですね。じゃあコロナが来る前ということなんで、前です、はい、4、5年前、はい、4年ぐらい前ですかね。そうですね、うん、その時は副業で、うんうん、ちょっと少しずつ始めたっていう感じです。その紙媒体のお仕事をされながら、はい、そのカメラの eBay 室をやられていたと、うん、はい。ちなみに どうだったんですか、カメラの方。自分の場合はあの結構この今月行ったなって思って、月商が100数十万みたいな感じなので、それ以上がちょっと結構厳しいかなと。上限値としてはそのぐらい。そうですね、はい、いう感じです。なるほどですね、はい。まあ、でもその、まあ、物販を、ね、まず始められて、まあ、それ素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます。まあ、みんなに言いたい、まず物販をやる人が偉いですねここで携帯アフィリとかじゃなくてですよね、はい。で物販始められて、まあ、売れるは売れるんだけど、こう上限値がちょっと自分は難しそうだなっていう感じでやられていて、 で、ね、うん、でクラファンに行かれたということなんですけれども、はいはい、なんでそこからこうひょいっとこうクラファンの方に飛んできたんでしょうか。物販やってると結構いろんな情報が入ってくるんですね、うん。であの自分の中でもうちょっとビジネスとして面白そうなのはないかなっていう気持ちもあって、でその時に、まあ、成田さん の、あのクラファンのどこで見たのかちょっと覚えてないんですけど、はいはい、見て、あ、なんか面白そうと思って、まあ、ちょっとクラファンに始めてみたかな。生きてたらいきなり成田さんが入ってきたみたいなそうですね、確かにね、それ分かんないですよねどう出会ったかはね。そうですね、多分メルマガかなんかだったかなと思うんですけど、はいはいはい、はい。でクラファンっていいなっていうところで、なんか面白そうだなっていう感じ、うん。ちなみにどういった面がこう魅力的だったんでしょうか。一つのメーカーと、まあ、しっかり、うん、あのお付き合いして、自分の商品としてそれを売って、さらにその先に一般販売を考えていくっていう、なんかこのステップがなんか面白そうだなっていうふうに感じて興味を持った感じです。この辺りが全然転売と違うところ。そうですね、はい、なんかビジネスっぽいっていうか。成田さん、そういうことですけど、はい、そうですまさにその通りです。ここが違う、転売とは違うところです、はい、そうですね、はい。まあ、きちんとって言ったんですけど、うん、まあ、ちゃんとこうメーカーとかね、うん、ところから仕入れて小売りにしていくという、このまあ通常の物販の流れっていうのを、うん、まあ、クラウドファンディングっていう手法を使ってやっていくということですよね、はい。これクラファンじゃなかったら難しいですよね、でもね。あ、無理ですね無理です、はい、海外の、ね、うん、代理店の権利取ってきて、それをこう、はい、ガーッと仕入れて、はい、Amazon で売るぞみたいな感じになるとですよね。そうですね、無理ですねだから自分は無理だと思って、ね、はあ、なんでそれ無理だと思ったんですか。あのまずクラファンするのにはあのメーカーと契約を結ばなくてはならない、はい、でも自分は全く実績ないですから、うん、
そんなことをあのメーカー側が OK してくれるわけがないなっていうのと、あとやっぱりリスクですよね、うん、あのバッと物を買って、うん、で在庫を持って売るっていうのはあのとてもじゃないけどそのリスクが大きすぎてちょっと一歩出る感じではないですね。そうですね、うん、結構ね、まあ、僕もあの大きなメーカーの代理店とか取りに行くときにもう1回目の仕入れ、ね、何千万しろとか言われることあるんですか。そうですね、はい、はい、それはちょっとみたいな感じになることもあるし、うん、もう行けそうだったら行ったれって言って、うん、在庫の山を築くこともあるんですけれども、 まあ、そもそもなんか友達がメーカーに勤めてる友達がいるんですけど、はい、彼女になんかちょっとあのクラファーの話をした時に、はい、あのいやちょっとあの個人の人であのいきなり代理店になりたいって連絡が来ても、うん、OK するわけないからって言われて、はいはい、そうだよねって言ってたんですよ、ね、で自分で何かいるのはちょっと難しいと思ってました。ということで、まあ、それを乗り越えてクラウドファンディングに移って成田さんのスクールに、ね、まあ、ちょっと今日ご説明するんですけど、うん、成田さんのスクールにご加入されてクラファンをやってみたら1回目のクラファンでとですね、1回目のクラファンで、うん、なんと400万円の支援をいただくことができたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。1回目から400万すごいです。ちなみになんか今日はその商品を持ってきていただいているということで、ちょっと見せていただけますでしょうか、はい、これです。これわからない、はい、箱じゃないですか。箱ワンダーランドレジェンド、これは何なんですか。これは、ね、ボードゲームです。わ、ボードゲーム、はい、台湾製のボードゲームです。なんかこの話聞いたことあるぞボードゲームでクラファンでめちゃくちゃ売れた人がいるっていう話、なんか2回目ぐらいな気がするんですけど、うん、そうですよね。そうです、はい、うわー、でこれが箱になってます、はい、開けてもいいですか。大丈夫、どうぞどうぞ、はい、でこういうふうにいろいろ入っているんですけど、あ、なるほどなるほど、日本語だ、日本語バージョン、日本語マニュアル作りました。これは竹澤さんが、はい、お茶の子されてたですよね。でもね、 紙媒体をされてたら、あ、全部、これあのサンプルなのかわからないけど、はい、付箋があってなるほど。でこれどういったボードゲームなんですか。めちゃくちゃ可愛い、これなんちょっとわかります。アルパカ、アルパカ、アルパカですよね、はい、アルパカですよね、はい、はい、すみませんね、事前情報なしで言ってるんで、うん、いえいえ、ちょっとこれルールがちょっと ややこしくもあるんですけど、はい、人間と動物が、はい、自然があの、これは人間だ、仲良く暮らしてるアナザーワールドがあって、はい、であのそこにあの森の中にあのプレイヤーが、はい、あの勇者を派遣して、はい、あの自然の恵みを集めて、はい、であの村に戻って村人たちを幸せにするっていう、であの村人をあのより幸せにしてた人、プレイヤーが勝ちなんですけど、まあ、ちょっといろんな戦略が考えられて結構あの奥が深いっていうか、今の説明で分かりました。分からないですナロー系ってことですね。ナロー系、ナロー系、転生系ってこと。転生もの、転生もの、コマにアクションさせるっていうか、パチンコみたいな、なんかパチンコ、そうですね、あの上からあの12本の皮があの、はいはい、ボードに刻まれていて、ね、ここね、ちょっとすみません見せれないですけど、はい、でそこにあのビーズっていうかパールって呼んでるんですけど、ーパールをこう一斉にバーって流してあのコマでストップさせていくんです。で自分の1個一番好きなパールを取ってあと流す。おで、あの上の方がいいパールが取れるんですけど、はい、でも上に行けばいいかっていうとそうではないみたいな下に行ってあの村に戻って村人とこう交流しとかないと、はい、後がいろいろ困るみたいなことが、はい、ちょっと今さっぱりなんで、ね、この辺りはあの、うん、買ってください一般販売もね、はい、されるということなんで、はい、で、こちらなんですけど幕開けですね、うん、今映ってると思うんですけど、幕開けというクラウドファンディングのサイトで、クラウドファンディングのサイトって言わないですね、幕開けはもうね、何でしたっけ、応援購入、あ、応援購入のサイトで、販売をされて、これが先ほどのボードゲームです。421万8790円、おめでとうございます。素晴らしい、購入人数も400人ぐらいですよね。
本当だ、400円、ね、ということはこのボードゲーム、はい、1万円以上するんですか。あ、そうなんです。マジですか、はい人生ゲームの2倍ぐらいしますね、なんかね。そうですね、ゲームとしては結構1万超えるとかなり高い方ですね、はいはい、でもこれが400人購入されてる人ですよね、あ、こういう感じで、お、すごい、このいわゆる LP すごい。これも滝沢さんが成田さんにダメ出しをされて、成田さんにいろいろね、はい、聞きながら作り直しました。おお、こう、あ、アルパカさん出てきた、はいはい、はい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 、まあ、こういう感じで作られて、400万円ということですね。ちなみに、この商品なんですけど、はい、まあ、成田さんのクラウドファンディングの手法でやられたってことは、海外のクラウドファンディングとかで、まあ、クラファンされてた商品ってことですよね。そうです、はい、この海外のクラウドファンディングされた商品の販売する権利っていうのを滝沢さんが取ってきて、はい、日本で幕開けでクラファンしたと、で販売したら400万以上売れたと。はい、ですね。ちなみにこれどこの商品なんですか。台湾のボードゲームです。台湾、はい、台湾、台湾です、うん、なんか意外なところが出てきましたねアメリカとかイギリスとかじゃなく、うん、台湾、はい、成田さん、この台湾は最近多いんですか。台湾は結構いいの多いですよね。品質もいいですし、うん、やっぱ 話というか交渉もなんかしやすいというか、うんうんうん、結構おすすめですね、台湾。で、これがゼクゼク、はい、ゼクゼクって何なんですか、成田さん。ゼクゼクは台湾の、はい、クラファンのサイトですね。台湾にもクラファンのサイトがあると、はい、いうことで、この12リバーズ、さっきのゲームですよね、なんか12個の川がある、うん、これが台湾のゼクゼクっていうクラウドファンディングサイトでクラファンされていて、189万1600台湾ドル。これいくらぐらいなんですか。これ800何十万900万弱ぐらいですかね。800から900万円ぐらい、うん、そうですね、台湾でもかなり、はい、ファンディングされているということですね、うん、でこれをこう見つけたんですか。はい、ゼクゼクで見つけました。じゃあ成田さんの方法としては、まあ、海外のクラウドファンディングサイトって例えばキックスターターとか、うん、インディゴーゴとかいろいろある、そういうところでなんか自分が好きなのをこう選んでいきましょうねっていう話ですかね。そうですね、はい、でその中の一つとしてこのゼクゼクっていうのがあって、で滝沢さんはこのゼクゼクのこの12リバーズ、うん、はい、いいなと、うん、なんでいいなって思ったんですまずやっぱりあの、はい、たくさんの人が買ってるっていうところ、まあね、まあね、台湾でこんだけ売れてると、うん、っていうところで日本に行っても人気になるんじゃないかということですよね、うん、はいはい、それとあとゲームボードの、まあ、絵とか色がすごい綺麗で、はい、アルパカのコマも可愛いし、うんうん、まあ、なんかいいなっていう、まあ、商品自体いいんじゃないかと、はい、うん、じゃあこれボードゲームやりたいなっていうのはあったんですか。そうですね、私あんまりボードゲームしてないんで、うん、はい、ボードゲーム自体に興味ありますけど自分でやりたいっていう、あ、なるほど、ではなかったですね、うん、でもこれを選んだこれがいいなって、なるほど、なんとなくいいなって、なんとなくいいなと、はい、そんぐらいでいいですか、ないですか。そうですね、もう結構直感でやっても、はい、まああんまりリスクがないんで、うんうんうん、もうとりあえず気に入ったら声かけてみたいな感じでやりましょうとは言ってます。あ、なるほどね、はい、あ、そうかそうか、あの、まあ、いいなと思っても必ず契約が取れるわけじゃないですもんね、うんうん、はい、はい、で、じゃあいいなと思ってこの台湾の会社にご連絡をされたと、はい、いうことだと思うんですけど、まあ、かなり今ハードルがなんか200段ぐらい上がったんですけどこれ どういうふうにして連絡したんですか。メールで、はい、あの何も実績ないんですけど、はい、代理店として、はい、あの契約をとあのお願いします、クラファンを日本でやらせてくださいみたいな、あの内容でメールを送りました。結構謙虚な感じですね。あ、そうですね、あの、まあ、それまであのいくつかメール送って、はい、必ず実績を聞かれるので、うん、もう最初から言っちゃった方が早いかなって。あ、なるほどね、はい、今までのところだと、じゃあ今まで何やってきたのかって聞かれてきたから、正直に今まで何もやってないけどっていう、はい、であちらはそれで OK だったの。はい、そうなんです。
そうなんですか。成田さんそうなんですか。そうですね。そういうとこもあるってことですね、うん、じゃあ、 滝沢さんのように今までこうクラウドファンディングの実績とか、まあ、クラウドファンディングじゃなくても例えばこう海外から商品仕入れて販売しているっていう会社じゃないよっていう方でもこういった台湾ではかなり売れているボードゲームですよね。このボードゲームの販売の権利を取ることができる、できちゃうんですか、成田さん。できちゃいます。まあ、結構なんかこう、あ、いいよっていうところが多いですけどね、はい、別に法人じゃなくても、うん、個人でも全然。なので本当にいいなと思った商品に、なんかお前の商品ええやんけって言って日本で売らせろやみたいな感じで、はい、秋田出身ですよね。なんで関西弁になるんですか。関西弁の地位を下げないで売らせろやってやると、はいはい、なんかじゃあ売ってくれみたいな感じで、結構それでパッとできちゃう時もあるんで、なんで、まあ、まあアクションしたもの勝ちって感じですよね、うん。でまあ、100発100中じゃないけれども、はい、こう連絡していけばいいですよっていうところが、まあ、現れているということ、はい、それ滝沢さん、これいいよってなった時どう思ったんですか。えっていいのみたいな、いいのって私実績ないよみたいな本当にいいのって思いましたけどね。じゃあやっぱやるまでは、まあ、多少半信半疑な感じでいけるのかなみたいな感じでやってて、って感じ。多少どころじゃないですねもう半信半疑、疑しかなかった9割ぐらい疑はい、まあ、でも内藤さんは大丈夫です、大丈夫ですみたいな感じだったんですよね。そうですね、他にも実績ない方も少し出して、うんうん、でそういう方が独占契約を取っているのを見て、うんうんうん、であれできるのかなって思って、うん、それでまあやったって感じで。おでもできちゃった、うん、おめでとうございますでこの契約を取ったり、まあ、その契約書を巻いたりみたいなところは成田さんの方でサポートもしてあげて、はい、そうですね、なんかこう契約書のひな形とかもあるので、うん、まあ、そこをアレンジしてもらってみたいな感じなので、はい、まあ、結構その契約書も、まあ、メーカーによってはすごい評価される、うん、それでこの契約書だから契約したって言ってくるとかも意外とあるんで、うんうんうん、まあ、自分で言うのもなんですけど結構ちゃんとしてるからまあさあちゃんとしてくださいよ、ね、国を超えた契約なんで、ね、そうです、はい、寺一で、ね、いや、ね、昔あったんですよ、まあね、ご存知だと思うんですけど、はい、某貿易コンサルタントの方の契約書が紙寺一で、はいはい、この商品を日本で1年売らせる丸か×かみたいな契約書をすごいな、もう出してた人がいたんですよ、はい、結構大御所ですよ、その。いや、びっくりした、こんなんでやってんのかみたいなね、でもね、人の批判をしてるわけじゃなくてそういう方もいらっしゃる中で、うん、まあ、ちゃんとねやってますんでね、はい、ちゃんとやってます、まあ、ちゃんとこう契約書を巻いて、はい、そこの台湾のメーカーの日本の総代理店ですよね、はい、独占販売の権利を滝沢さん取得されたと思います、はい、ありがとうございますじゃあもう、すいません、もう勝者ってことですね、今ねっていうことなんですかね、勝者ですね、そうですね、ボードゲームを中心に扱ってますと、うん、そうですね、勝者と視聴者やらせていただきます、はい、ということ でそれをこう幕開けの方に持っていったら、うん、あ、じゃあこれ、まあ、クラファンって言わないと思います、プロジェクトやりましょうということになって、はいはい、販売してみたら420万円売れちゃったと、うん、ちなみになんですけど、まあ、ここちょっとみんな気になってるところが、契約取れました、その時なんかお金払い感じなんですか。あ、もちろんそれは一銭も払うものはないです。一銭も払ってない、はい、はい、もう契約書巻いただけ、はい、で、クラファのプロジェクトを出すときに何かすごいお金がいったりするんですか。あ、それもないですね、サンプルだけ買う、うん、あ、そうですね、サンプルは事前に送ってもらいました、はい、サンプルはいくらぐらいだったんですか。5つぐらい買ったんです、はいはい、おまけしてもらって2万円、うんうん、全部で2万円です。まあ、1個だったら持ってるやつかな、ね、そうですね、はい、でまあ2万円でクラファンできたってことですよね。そうですね、はい、うん、はい、ということなんで、クラファンね、成田さん申し上げるようにこう初期資金がほぼ必要ないと、うん、
ということで、まあ、メーカーにもねよりますけど、最初にねなんか、50個は絶対買ってねみたいな、まあ、条件があるところもありますし、今回のねあのもう全然最初サンプルだけでいいよっていうところもありますけれども、まあね、滝沢さんは初期資金ほぼ必要ない形でクラウドファンディングを開始されたということですね。で、420万円をクラウドファンディングで、ファンディングして、でそのお金が振り込まれてから仕入れた感じです。そうです、はい、じゃあもう完全にノーリスクというか、うん、ノー資金でできちゃったと、はい、いうことになりますね。ここがなんかすごいところですね、成田さんね。そうですね、まあ自分で言うのもなんですけど、はい、なんかまあ本当に僕もそれでいやすごいなこの仕組みと思ったんですよね、うん、マジでねバグってると思うんですよね。だからもう資金ゼロでもいきなり何百万乗り上げ立てる、うん、ということなんで。そうなんですよね、まあ、そういうことなんですよ、クラウドファンディングってね、うん、でもやっぱね、クラウドファンディングってね、先ほどね、一番最初に滝沢さんおっしゃったように、私でもできんのかなっていう方が多くて、なかなかね、やられない方も多いんですけど、まあ、ちゃんとね、一歩踏み出せば、このような形で、大きなプロジェクトを成功させることもできるということですね。で、今はね、421万円の支援をね、していただいたということなんですけれども、これはまあいわゆる売上かなと思いまして、まあね、動画見てる方は、だからいくら儲かったんだよと、ここが重要じゃないかと思っている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、実際にこう、商品売れました。で、まあね、口座に振り込まれて、その資金を使って、台湾の方から仕入れたと。じゃあ、まあ、いくらかこう、ね、利益として銀行口座にお金が残ると思うんですけれども、どのぐらいの金額があの、まあ、実際に残ったというか、銀行口座増えた金額になるんでしょうか。はい、広告を回していたんですけど、うん、あのまあ、もろもろを引いて、まあ、手元に60万円くらい、この商品を販売してから仕入れただけで60万円の利益、はい、60万円銀行残高が増えたということですね。うんうん、内藤さん、大体このぐらいの利益率なんでしょうか。そうですね、まあ、大体、まあ、20% 前後ぐらいって感じですかね、うんうん、まあ、高いと30% とかいきますけど、はいはい、まあ、あと、まあ、多分今後その、まあ、おかわりクラファンみたいなのもあるんですけど、うんうん、まあ、そうすると、まあ、単純にこのさっきお見せした商品ページそのまま使ってもう一回やるみたいな感じなんで、うんうん、あまり経費かからずまた利益生まれるっていう感じにはなるかなっていうところですね。はい、ということで、まあ大体 20% 前後の利益が残るということで、うん、はい、まあ、今回だとまあ80万ぐらい残るかなっていう感じだったけど、うん、まあ、ちょっと少なくて60万円という感じですね。ちなみになんですけど、広告を回していらっしゃるということなんですけれども、まあ、多くの、ね、クラウドファンディングは広告とか全然回さない人たちも結構多いかなと思うんですけれども、成田式では積極的に広告をね、やっていきましょうということも教えていらっしゃる、まあ、もちろん別に広告やらなくてもいいんですよね。そうですね、やらなきゃやらないでっていう感じですけど、まあ、やった方がこう、まあ、人が来るんで、うんうん、まあ、当然、まあ、お客さんがいれば売れる数も増えますよっていう感じですね。うんうん、どのぐらいの広告費を使われたんですか。35万円ぐらいですかね。結構使った、はい、結構突っ込まれるタイプ、はい、あ、まあそうかもですね。まあでも全然いいと思いますね、うん、そこからだって400万売れてるわけですからね、うん、はい、まあ、ちなみにこの広告を回すとかって結構やったことない方多いと思うんですけれども、 どうでした、やってみて。あ、そうですね、最初にちょっと自分的にはちょっとありえない数値目標を立てたんですね、うん、でそれをやるにはとにかく広告宣伝をむちゃむちゃ頑張らないと、まあ、無理だって思ってやったんですけど、うん、ちょっとあの成田さんのスクールのページに飛んで、でもうめちゃめちゃプレッシャーかかった状態であの改めて中見てみたら、もう本当すごいあの珠玉の情報が結構起こしていて、はいはい、でそれを開いて動画見てテキスト読んで、で、まあ、作業して、でまた分かんなくなるとそこに戻ってって、うん、もう開きっぱなしにしてスクールのサイト、うん、でも行ったり来たりしながら、まあ、作業していたので、まあ、難しいっていうか書いてあることを本当にそのままやった感じですね、うんうん、でも広告今まで一回も回したこともなかった滝沢さんでも広告を回すことはできた、はい、ちなみにどういった広告を回すんですか。まあ、主に
まあ、メタこう Facebook とかインスタに出る広告をまあ主に回しますね、はい、これどういった目的で広告を回すんですか。まあ、そのこの商品をまあ知らない人が当然いるので、うんうん、まあ、その人たちにこういった商品をやりますよっていうのを最初に告知するみたいな、はいはい、でこう見込み客集めって感じですね。あで見込み客を集めて、まあ、その方たちにまあこういう商品が出すんで、まあ、ぜひ買ってくださいねっていうのをこう賑やかしというか、はい、こう期待を持ってもらって、まあ、実際にプロジェクトが始まったらこの日は、スタートしますって言うと待ってましたって言って買ってくれるみたいなのをやってるって感じですね。滝沢さんはそれをスクールサイトを見て、はい、ご自身でやってみたと、はい、なんとなくできたと。おそらくなんですけど2回目やったらもっとうまくできると思う。あ、そうですか。いや、本当そうです、ね、最初はね。あ、そうなんですね。ちょっとねこう無駄打ちしちゃうところもあるんで、はい、はい、まあ、こういうのも、ね、全然、ね、勉強なんで、うん、でも、まあ、ご自身でやるっていうのは重要ですよね、うん、これ自分でできないときはどうしたらいいんですか。自分でできないときはまあ、そういった広告回してくれる方も紹介してますので、はい、あ、まあ、そちらで、まあ、半分以上の方は1回そこでセッティングとかも全部してくれるんで、うん、まあ、そうすると土台できるんで次から自分でどんどんやりやすくなるので、はい、で代理店の人にまずはこのクラファンの広告っていうのを回してもらうっていうスクール生さんもいらっしゃる、はい、で滝沢さんはご自身でやられた。そうですね、Facebook 広告は代理店にお願いします。あ、そうなんですね、はいはい、で LINE の、はい、配信を自分でやってます。あ、そういうことなんですね、はい、はい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 、なるほど。じゃあ、広告の方は、まあ、プロの方に、はい、プロの方に回していただいて、うん、LINE の配信をやったと、はい、ということはその Facebook とかの広告で LINE のお友達を集める広告をされたことですね、はい、で、発売日に LINE のお友達に、うん、来たよと、これが来たよと、今のうちに買っとけみたいなやつですよね。はい、よく来ます僕のところに。これやっぱ効果あるんですか。やっぱありますね。なのでまあ急にポンって出ても、まあ、そもそも知られてない、例えば1000人しか見てないっていうのと1万人見てるのと、まあ、買ってくれる人の人数がそもそも違うのと、やっぱりその LINE で、まあ、こういう商品ですよっていう、こうなんかいろんな情報をこう小出しにしていくの でやっぱりこう、あ、この商品いいなって言って期待してもらえるの でそこでこうドンと初日にこう売り上げが立つと。でそうするとその例えば幕開けのページでその達成率がこうギューンって上がるんで、やっぱ達成率が低い商品って見られないんですよね、やっぱり。そうですね、なんか人気ないなと思われちゃうんで、やっぱここでこう達成率がビヨーンっていってると、まあ、そこでもやっぱりこう見られますし、その後のこうクリックされる率も上がるので、まあ、こう相乗効果として非常にいいこう施策かなっていう感じなので、そこはぜひやっていきたいって感じですね。いや、初速を上げるための広告として、まあ、こういったこともちゃんと知っとかないと、うん、単純にクラファンやっただけだとあんまりこう売り上げ上がらないって感じですね。そうですね。あ、滝沢さんもそういうふうに思われますね。そうですね、もうやってなかったら、無理だな本当にいくらいったのかなって思いますね。じゃあそのかけた広告費以上は全然返ってきたという感じで、はいはい、初期のかけた広告費で、きちんとね、うん、プロジェクトを目立たせることができて、その結果がこう400万円以上の売り上げに結びついたということなので、はい、こういったこともちゃんとスクールでは教えていると、はい、何も知らずにクラファンやっちゃうと、いや、もうゼロとかもありえますからね。なんかね、最近ゼロ多いですよね。いや、ほんと多分契約はまあ正直取れちゃうんですよね、はい、まあ、言ってみたらもうその実績なくても取れ、うん、まあ、武田さんみたいな、まあ、もちろんサポートありますけど、うん、まあ、自分でやってもたまたま取れちゃう人が多分いるんです。でやっぱり僕の例えばツイッターとかにこう連絡で今度やるんでみたいな、ぜひ見てくださいみたいなの来るんですけど、うんうんうん、それで集まってきた人は正直見たことない。あ、なるほどね。やっぱりやり方がやっぱあるんで、なんかこう側だけ見て見よう見まねでやっても、うん、まあ、特に、ね、初回はなかなかうまくいかない。なんか本当に物商品はいいのにもったいないなっていう感じの人本当に多いですね、うん、それはやっぱ広告の回し方であったり、あとその幕開けのこのね商品ページの内容も結構重要かなと思うんですけれども、うんうん、滝沢さんのね、さっきちょっと 見させていただいたらめちゃめちゃうまくできてたじゃないですか、うん、あれもやっぱ成田さんの指導のおかげなんですか。そうですね、最初にデザイナーさんにお願いして、うん、作ってもらうんですね。
で何回もやり取りして、はい、これでいいだろうと思って成田さんに見ていただいたら、はい、まあ、結構ボロクソに言い方が悪い言い方が悪い言い方ボロクソじゃないですねあの、まあ、まずは訴求が懇切丁寧に、はい、これダメだよって、はい、あの言われて、であ、そっかと思って、でそれでも、もう一回見直してみると確かにっていう感じなので、うん、まあ、基本全部書き直す感じで、うん、作り直しました。かなり詳しくね、されてますよね。そうですね、やっぱり一番言われたのが誰に買ってほしいのかっていうか、訴求ポイントってよく言われるんですけど、はいはい、訴求ポイントがしっかり分からないから、ゲームの面白さが伝わってこないっていうような、うん、コメントをいただいて、で作り直しました。こういったこの画像とかはご自身で作られたんですか？そうですね、一部自分でスマホで撮って、うん、でその他はほとんどはメーカーさんから画像提供していただいてます。そうなんですね、はい、じゃあご自身で撮る必要もあんまりなかったと。そうですね、はい、うん、じゃあこの元々のこのメーカーさんが使った画像をうまく流用して作っていくことで、はい、なんかご自身でこう写真を一からこう作っていくということはあまりしなくてもよかったということですね、うん、はい、楽ちんですね。ちなみに楽ちんでした？いや楽ちん、まあ、ボロボロにね言われますからねいやいやいや、なんかやっぱ自分で作ってると分かんなくなっちゃうんですよね、うん、いいとこがなんか何を伝えたいのかだんだんこう慣れてきちゃって分かんなくなっちゃうので、うん、やっぱりこう、まあ、添削という感じで、うん、ここはこうした方がいいですよっていうのをこう非常に優しく優しめに優しくお伝えしております。なるほど、分かりました。ということでね、滝沢さんは成田さんのスクールに入られて、まあ、今回ねこのような結果を達成されたということなんですが、この結果っていうのはスクール入られる前から想像してたことなんですか？いや全くですね。はい、まあ、このぐらい売る人がいるっていうのは知ってたけど、まさか自分もできるとはみたいな。あ、そうですね、ちょっと夢物語みたいな感じでしたね。ちなみにこれね、スクールに入ってクラファンやるって結構特殊な方だと思うんですよ、うん、はい、クラファンやってる人の中では。ほとんどの人はね、もうご自身 のノウハウというか体当たりでやられると、まあ、独学でね、うん、やる方がほとんどだと思うんですけれども、このスクールに入ってやるっていうことと独学でクラファンや進めていくっていうのは、まあ、どういった違いがあるというか、ご自身だともし独学でやってたら例えばどうなってたかみたいなってありますか？そうですね、まあ、2つあって、まず1つは、まあ、独学でやったら、まあ、自分の場合はもう絶対に、無理っていうよりも、多分1日メーカーにメール出してやめてたと思うんですね、はい、心折れて、はい、折れてましたなのでその自分でもできるっていうことをスクール の周りの方とか成田さんとかに本当の話として見せられてたので、うん、できるのかっていうのが一つと、であともう一つはやっぱりインターネットにもいろんな情報出てるんですけど、でそういうのをなんかこう自分でその順序立てて統合してこう流れとしてやっていくっていうのはちょっと自分にはちょっと難しすぎだったかなと思いますね。なるほどですね、うん、でまあ、独学でやるとまずその、まあ、実施する環境っていうのが、うん、まあ、手に入らないから自分でメンタル立て直したり、うん、する必要もあると。あとノウハウ部分に関しても、まあ、成田さんのところはもうきちんと成果が出ているノウハウっていうのはね、スクールのサイトの中で公開されているので、もうその通りやればできるというところで、まあ、近道ではあったかなということですよね、はい、なので、まあ、独学でねされることはダメとは言いませんけれども、もしねクラウドファンディングやって成功したいという方はね、こういったスクールもありますよというのはねちょっとお伝えしておきたいと思います。はい、で滝沢さんはもともと eBay の、ね、輸出をやられていて、うん、でちょっとこう紆余曲折あってクラファンにたどり着いたということなんですけれども、はい、クラファンをやって良かったことっていうのはどういったところなんでしょう？そうですね、なんか自分にもできるっていうことが分かったっていうことが一番大きいですね、うんうんうん、なので
一つは実績ができた、はい、で、そのあるとないとではこの先がだいぶ違うなっていう感じはしてます。確かに次から送るメールにはね、はい、何の実績もないですって書かなくていいですね。そうですね。まあこういうことやってますけどみたいな、うん、見てくださいって、はい、ボードゲームなら任せてくださいと、うん、できますもんね、うん、はい。クラファンやって想像以上にそのメーカーさんと密にやり取りをして信頼関係がどんどんこう育っていく感じで、そのやり取りもすごい楽しかったですし、で、まあ、その他いろんなデザイナーさんとか制作会社の方とか広告会社の方とかの依頼してやり取りをしてっていうのが、まあ、すごい楽しかったですね、うん、でクラファンの中物販のこう全部一通り体験セットみたいな。まあ一番ね最初におっしゃってましたもんね、なんかね売ることができるようになれば何でもできるんじゃないかなってことで、自分でね入り口出口ができるんだったらもうこっちの下手すればなんか作ってもいいんじゃないかみたいな。ボードゲームを作るとかっていうところもありますね。いやまあまあそうですね、ちょっとそれは飛躍しすぎかもしれないんですけど、だから限りなくメーカーに近いことも考えられるようになるんじゃないかなっていう感じです。やっぱこの辺りは転売と違うなっていうのありますか？そうですね、発展性があるっていう意味で、うん、やっぱその eBay 輸出やってる時にこう上限値、売上の上限値とかもあるなって感じてらっしゃったということなんですけど、うん、クラウドファンディングはどうですか？そうですね、資金に関係なく上限は上げていくことができると思います、うんうんうん、なので、うん、イーベンの時はめちゃくちゃ頑張って月賞で100何十万円、まあ、そうですね、めちゃくちゃ頑張ってるかどうかは分からないですけど頑張ってたと思います。、はい、まあ、今はね1プロジェクトで400万いってますし、はい、ということはまあ次のねクラファンとかやられるかもしれないですし、はい、そしたら今回の結果を生かしてもっと金額上げていけるなみたいな自信はあります。うん、はい、そうですね、自信は特にないですけど、まあ、ただやりたいとは思ってます。やりたいですね、うん、すごく、はい、もう一回クラファンやりたい、うん、楽しかったんで、はい、じゃあその今後の目標としてはもっとねクラファンをやっていきたいっていうのはあるということですね、はいはい、新しいプロジェクトもチャレンジしてみたいと、うん、今のプロジェクトはどうされますか？このあとゲームマーケットっていう、まあ、展示会なんですけど、はい、そこに出展することが決まっていて、お展示会、はい、すごいですね、はい、ビジネスマンですよね、商社ですよね。いやいやいや、商社としてこうゲームマーケットにブース出すってことですか？ブース、まあ机ですね。いやいや、ブースでしょう。2つみたいな感じで出して、はい、でそれから一般販売に移行していこうかなと思ってます、うん、あ、なるほどですね、はいはい、まあ、今はクラウドファンディング売ったけどここである程度実績ができたから、うん、例えばアマゾンとか楽天とか、はい、自分でネットショップ作って販売していったり、はい、展示会に出して卸し、はい、取引とかをやっていくというところに移行していくと、うん、こっちの方が売り上げ上がりそうな気がする。そうですね、なんかそうですよね、クラファンって初期 の入り口の売り上げですよね。そうですね、初期のなんだこうブーストというか、うん、まあ、その一種の、まあ、本当にこうスタートダッシュを全体のスタートダッシュのなんか一部っていう感じかなと思うので、うん、まあ、ここからどんどん、ね、売っていって常に売り上げが、まあ、200万300万あるといいなと思いますけどね、うん、まあ、いけんじゃないですか ね。そうですね、今なんかボードゲームすごく流行ってるし、うん、はい、だからそのね展示会出したらもうめちゃくちゃ来るかもしれないです。どうだったらいいんですか？、はい、まあ、Amazon とかでもね、ほんと掘ってても、ね、売れるっていうこともありますし、うん、まあ、あと、まあ、僕のおすすめはやっぱり SNS をねご自身で運営されたりとか、うん、YouTuber さんとかね、はい、ちょっと分かんない、ゲーム、ボードゲームインスタグラマーさんがいるのかどうか分かんないですけど、まあ、そういった方にね提供していって、うん、いろいろ宣伝していって口コミが広がってくれば、うん、もっともっと売れそうな気がします。そうですね、はい、そういうのも目指していくと、はい、ということですね、はい、ということで、まあ、クラウドファンディングね挑戦されて、まあ、無事420万円売り上げを渡された竹田さんにお話を聞いてきたんですけれども、はい、まあ、今までご自身の経験の中からこういう方ってクラファン向いてるんじゃないですかっていう人ってどういったタイプの方ですか？クラファン のどんな、内容を、まあ、例えば成田さんのサイトとか見て面白そうって思う方だったら、うん、どなたでもなるほど、ね、なんかやってみたいな自分でもって思うような方だったら本当にどなたでも、うん、
向いてるかなと思います。できるかなっていう方でもね、できるってことですもんね。そうですね、私なんてできないと思う方でもできるってことですもんね。そうですね、はい、できるかできないかじゃなくて、なんかこうやりたいなっていう。そうですね、面白そうって思うんだったら、はい、本当にやってみてはいかがですかっていう感じですかね。あ、まあ、資金も必要ないですもんね、うん、正直ね、その販売するのに資金も必要ないし、経験も必要ないと、うん、全くのクラファン初心者でもできたと、はい、うん、いうことなんで、なんかこうこういう人じゃないとできないっていうことはないので、うん、まあ、楽しいなと思う方がいらっしゃったら、うん、ぜひね、クラファン挑戦してみていただければと思います。ということで、今回はですね、まあ、まずもともとは転売されていたけれども、まあ、クラウドファンディングね、挑戦をされて、いきなり420万円販売をされて、まあ、今後はもう一般販売とかを控えていて、無事ね、こう転売をこう通り越して、もう商社に、ボードゲーム商社になられている、はい、滝沢さんにね、お話聞いていきましたけれども、僕の方でちょっとまとめますと、やっぱクラウドファンディング、まあ、何がいいかっていうと、まず無在庫でできるっていうところかなと思いまして、今回400万円っていうものすごい売り上げを立ててるんですけれども、初期資金としては2万円2万円あればよかったってこれはまあすごいですね。普通のねビジネスだと400万円売ろうとしたら多分まあ最低でも2、300万ぐらい仕入れないとなかなか難しいかなというところで、大きな売り上げ立てるには大きな資金がいるのかと思ってね、こう売り上げ上げるの諦めているような方もいらっしゃるかなと思うんですけど、クラウドファンディングはそうじゃなくて一種のね予約販売みたいなものなので、まあ今例えば転売をされていてちょっと売り上げの上限値とか悩んでいる方もね非常にいいんじゃないかなと思いました。はい、まあ、あとはね、成田さんもおっしゃってたように、まあ、まっとうなって言ったり、別に転売がね、まっとうじゃないとは言わないんですけど、物販ってね、こう流れがあるわけですね、うん、メーカーからこう卸が仕入れたり、代理店が仕入れて、小売り販売していくという流れ、この流れにきちんと沿った、まあ、通常の物販ビジネスをやりたいっていう方もね、いらっしゃるかなと思います。まあ、転売ってある意味裏技なんで、ヤマダ電機で買ってヤフオクで売るとか裏技なんでね、まあ、別に裏技が悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、そういうのじゃなくて、まあ、通常のね、本当商社みたいな、はい、まあ、商社ですよ本当ね、商社みたいなこうビジネスをやってみたいってこともねいいかなと思いますし、まあ、その後のね一般販売の展開とかもすごくこう 楽そうというかね、できそうなので、まあ、そういったビジネスに挑戦してみたいなっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね、成田さん。はい、いっぱいいると思います、はい、ただやってみたいなと思う方でも、うん、まあ、ちょっとね、誘導尋問になってしまいますけど、滝沢さん、独学でやらない方がいいですよね。そうですね、まあ、自分の場合はちょっと無理でしたね。あ、なるほどね、はいはい、稀にね、独学でやっても成功される方いらっしゃいます、うん、いらっしゃるんですけれども、まあ、もしね、失敗を、ね、したくないとか、まあ、無駄な資金を使いたくないとか、無駄な労力使いたくないって方は、滝沢さんがね体験されたような、まあ、成田さんのねスクール、もうフルサポートの、でもノウハウもギュギュッと詰まっているこのスクールにね、入られるということもねいいんじゃないかなと思いますので、もしちょっとこの成田さんのスクールの方に興味があるという方はですね、ちょっと今から成田さんのこのスクールの説明をですね、成田さんとあと武田さんにもちょっともうちょっと残っていただいてちらっと説明させていただきたいと思いますので、チャンネルはそのままにお待ちください。今回ですね、まあ、当社物販総合研究所と成田さんがね講師になっていただいて運営しているオンラインマイクロ商社プロジェクトということでね、もう本当商社、商社なんですけど、まあ、そんなでかい伊藤忠とか三井商事とか三井物産とかああいうのじゃなくて、個人でもね、副業でもなんならできてしまうという、この商社になれるというところ、しかもオンラインで在宅で、だから家を一歩も出なくても大丈夫ってことだね。そうですね、家を一歩も出なくても商社になれてしまうというこのスクールですね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、今回のスクールの運営なんですけれども、株式会社物販総合研究所ということで、私がね所長を務めておりますれっきとした株式会社がやっております。で、神奈川県横浜市にあるみなとみらいっていうね大都会、おしゃれシティ、はい、意外と大都会のみなとみらいって駅の駅を出たこうすぐそこにあるビルの8階でやっております。で、事業内容としてはスクール事業とコンサル事業でやってまして、まあ、別会社で物販事業をしておりまして、まあ、大体売上で15億円ぐらい上げてますので、
はい、ちなみにこの物販総研究所は前身から含めるともう14年やっておりまして、2010年からですね、僕が立ち上げたこの物販の情報発信やスクールを運営する会社となっております。ミッションとしては物販人生を変える人を一人でも多くしたいということで、まあ、要は物販をやったらね稼げますよということですよね。お金は稼げますから稼げますって。そうですね、はい、稼げるしもっと稼げるぞっていうね、魅力も伝わるかなと思いますので、まあ、お金があったら人生変わる人って結構多いかなと思います、はい、なかなかねこういろんな問題とかもねお金があれば結構解決しちゃったりするんで、そういった方を増やすために、まあ、日夜こう稼げる方法を開発したりとかツールであるとかね、あとスクール作ってサポートさせていただいたりするというのをもう14年間やっております。で14年間やってるとやっぱりね多くの方がこの、ね、方法で成功したりなんかしていますので、そういった方にですね僕の YouTube チャンネルで、ね、滝沢さんみたいな感じで、はい、あのインタビューさせていただいて、桜じゃないんですよ、桜じゃないですよね、ここまで来て桜だったらすごいけど実際にスクール入ってねやられてお金を稼いだ方に、インタビューをして、まあ、どういう風にしたらお金稼げたよっていうのをですね、まあ、インタビュー赤裸々にね語っていただいて、まあ、それを皆さんに見ていただくことで、あ、ちょっと自分もやってみたいなと思っていただけるような、そういったコンテンツ YouTube にいっぱいありますので、ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。で今回のですねオンラインマイクロ商社プロジェクトなんですけど、もちろんね講師はあちらにいらっしゃる成田さんがやっておられて、でもちろん滝沢さんもこちら入られたということですね。そうです、はい、加入していただいたスクールになります。はい、で、まあ、さらっとですねサービス内容を紹介させていただきます。はい、まずプランとしてはですね、2タイプありまして、マスターコンサルプランとスタンダードプランがあります。はい、まあ、お分かりの通りマスターコンサルプランの方がちょっと高いけどめちゃくちゃサポート分厚いというプランと、まあ、スタンダードプラン、まあ、これ全然このスタンダードでも大丈夫ですよということですね。ちなみに竹澤さんどちらに？私はスタンダードプランですね。はい、スタンダードでも全然 OK ですね。OK ですよね。OK です、はい、まあ、もしもっとね、分厚いサービスという方はマスターコンサルの方もありますよということなので、スタンダードでもこの期間内ですよね、期間内にちゃんとクラウドファンディングやっていただいて何百万の、ね、売り上げを立てていただくこともできていますということです。でスタンダードプランなんですけれども、期間はお申し込みいただいた次の月ですね、翌月から6ヶ月間ということになりますので、まあ、もし例えば2024年の2月ですねに、お申し込みされたんであれば3月1日から6ヶ月間なんで8月31日までこう6ヶ月間となってますが、6ヶ月あればいけますか、滝沢さん？そうですね、いけると思います。ちょっと苦笑い。どうしよう、はい、いや私は全然赤裸々に語るから、はいはい、いや私はもうちょっと途中で、ちょっとあの急遽親の介護が入ってしまって、はい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 、で全くやらない日々がずっと続いてました。はい、で終わってしまって、でその1ヶ月後ぐらいに契約が取れたかな。なのでちょっとスロースタートですね。かなりスロースタートですね。はい、6ヶ月で、うん、ちょっとこの場合どうなるんですか、成田さん。一応その延長サポートみたいなプランも一応用意しているので、はいはい、まあ、そちらで、まあ、また引き続きそのサポートをしていくみたいな形のそういったプランというか用意しています。はい、はい、うん、そういうことです。はい、でもじゃあ実際にじゃあもう本腰入れてから半年だったらできた感じですか？あ、そうですね、本腰入れてからは意外と早かったですね。あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと今回ね滝沢さんは突発的な事情があったということですが、はい、そういう方のためにも延長サポートプランも、まあ、ありますので、まあ、このあたりはまた後でね、うん、お話ししますけれども、まあ、大体6ヶ月ぐらいあれば、まあ、通常はいけるでしょうということなので、うん、ご参考にしてください。はい、でこれがスタンダードプランの、6ヶ月ですね。はい、でサポート内容なんですけれど、まあ、サポートさせていただきます。あとスクールの専用サイトがありますので、そこでノウハウとかね全部見ていただけます。あとウェブセミナーがあります。あと初心者でもクラファンを開始成功させるための16個のサポート特典というのもありますので、こちらちょっと説明させていただきます。はい、まずサポートなんですけど、チャットでの質問回答ということで、こちら無制限です。まあ、最大24時間以内にお返事ということで、何か分かんないことがあればチャットでチャチャチャッと書いていただければ24時間以内に返信しますよということですね。はい、滝沢さんはこのチャットサポートはお使いになられましたか？はい、もちろん使いました。
どうですか？今も使ってます。今も炎上サポートで、はい、はい、どんな感じですか？いい感じですか？いい感じですかっていうのもあるんですね。そうですね、小さいことかもしれないんですけど、はい、そこで突っかかると、あの前に行かれないようなことをいつも質問して答えていただいたら作っていく感じでしたね。はい、まあね、チャットだとね、こう時間とかも気にせずペチャッと書けますので、はい、でこちらのサポート陣も、ね、時間がこう、ね、できた時にこうバババッと返していきますので、結構早く24時間かかんないことも多いんですかね。そうですね、その日にいただくこともあります。はい、なので、まあ、何でもね、困ったことがありましたら、まあ、チャットの方でご質問いただけましたら、かなり迅速に今サポートさせていただいています。はい、で次は Zoom コンサルもございまして、月に1回1時間程度ということで、これはまあチャットサポートでもいいですけど、ちょっと直接話で、話を聞いてサポートしてほしいという時は Zoom で、このテレビ電話で解決できるということですが、滝沢さん、こちら Zoom コンサルの方は使われましょう。いや、これはその、その期間私ちょっとほとんど稼働してなかったので、はい、一度も受けてお願いせずにちょっともったいなかったんですけど、もったいなかったですね。はい、でも使わなくてもいけたってことですね。そうですね、サイトにいろんな情報が入っているので、はい、でそこにわからないことは、まあ、チャットで聞いてしまうっていう感じですね。Zoom コンサル利用される方も多いですか？なんか意外と少ないそうなんですか。やっぱその多分マニュアルとか、はい、そのチャットでの回答、まあちゃんとしてるんだって多分そこまでなんかそのコミった時、なんかその契約をこうこうこうでみたいな、はいはい、ちょっと判断難しい時とか、うん、こうちょっとなんか言語化しづらい、チャットだとやりづらいみたいな時は、まあ使われる方もちょいいますけど、まあ、通常のその単発のこうご質問とかだったら、うん、まあ、ほぼチャットと会員サイトで解決するかなっていう感じ、まあ、全然そのどんどん使ってくださいって感じなんですけど、なんか そこまでっていう、まあ、確かにね、時間合わせないといけないですしね、うん、チャットだとね、なんかもうお風呂の中でもね、かけますもんね。お風呂の中からね、ズームしてきたらちょっと怖いですもん ね。僕前いたんですよ、前僕がズームコンサルしてる時、お風呂の中から来てます。すごい男性ですよ、男性ね。すごい、そんなに珍しいのか。なんか声響いてますね、みたいな。そんなにやんなくてもいいでしょうね。いや、まあ、まあ、でも転ばぬ先の手みたいな感じで、はいはい、何か困ったことあれば、でも Zoom でね、うん、聞くこともできますので、ぜひ使っていただければと思います。はい、こちら、月に1回1時間できますよと。はい、あと、グループチャットへのご招待ということで、これは生徒さんがみんな入っているチャットがあるということですよね。はい、これはどういった内容がシェアされてるんですか？そうですね、そのなんか事例であったりとか、あとはまあその、まあ、セミナーいつやりますよとか、こういったなんか新しいサービスこういうのありましたよとか、まあ、そういうのをなんか出してるっていう感じですね。うん、なるほどですね。はい、もちろん滝沢さんも入ってらっしゃる。はい、あ、そうです、はいはい、なんかこうご自身で発言されたりもするんですか？見てるだけ。発言、どっちかというと見ている方がかなり多いですね。なるほど、いい感じの情報も出てくるんですか？ね、あ、はい、なのでまあ、似たような立場の実績がほとんどない方が、はい、どんどん契約取れている、そういうのを見るとやっぱし、あ、できるんだみたいな励まされたりとかですね。ちょっとわからないこととかもそこで質問できますし、いいですね。でもね、こういうのね、なんか一人でやってると孤独ですからね。これ本当できるのかなと思ってもね、なんか同じ時期ぐらいに始めた人が撮りました撮りましたってなったら、あ、そうですね、ちょっと待ってみたいな。あとクラハンスタートしますみたいな、よく出しますね、ここで。かっこいいな、それできるのいいですね。転売グループだとできないですからね、自分の商品全部隠しますから。そうそう、言えないんですよ。バレたら全部パクられるから。そうではなくて、もう今回ね、ご自身の商品だからやるときはもうついに始まります、ね、うん、ドドーンみたいな、みんなで買ってくださいみたいな。それも全然なんか応援しちゃうみたいな、まあ、もちろん気に入ったらっていう感じですけど、まあ、そういったグループチャットもありますので、そちらにご招待させていただきます。はい、まあ、個別の、ね、サポートということなので、一人一人に最適なコンサルティングをさせていただきますよということですね。
はい、でスクールの専用サイトの中にはまあ、採用だとサイトがあるってことですよね、はいはい、ファイルが送られてくるわけじゃないですか。そうですね、それマニュアルが分厚いやつが来ないから来ないです。これは赤ペンで書いてるとかじゃないってことですよね。なんとオンラインなんで、はい、オンラインのキッチンサイトがあり、はい、そこに、まあ、全部内容が載ってて、まあ、事前準備、メーカー交渉についてテンプレート、打診のテンプレートとか LP の作成とかプロジェクトの終了後とか一般販売に向けてなど、クラファンを進めていくための必要な、まあ、知識が全部載っているということですよね。これはスマホでも見れる？あ、見れます。スマホでも、はい、パソコンでも、はい、タブレットでも、はい、お風呂の中でも大丈夫？そうです、落とさないように気をつけて。滝田さんはこのサイト結構利用された？そうですね、もう自分が実際動き始めてからもうずっと開きっぱなしにしてました。結構内容としては良かったですか？あ、はい、もちろんですね、うん、なんか文章にしたら1行かもしれないんですけど、うんうん、この情報があるとないとではもうちょっと前に行けなかったっていうようなこともたくさんありましたし、でも実際にクラファンをやる、これを想定した、まあ、実践に即した内容がきちんと載っているので、うん、これを見ながらやることによってご自身でもこう、ね、クラファンを始めることができたということですよね、うん、はい、まあ、ファイルじゃないんで、オンラインなんでいつでも見れますよね、はい、学校に行くときとか、はい、会社に行くときとか、家事の合間とか、はい、子供寝かしつけてるときとか、はい、いつでも見れますので、いつでもこうサイトを見ていただいてお勉強していただければと思います。次にウェブセミナーも開催されているということで、月に1回なので6ヶ月で計6回、リサーチの方法、交渉方法、初歩的なことから支援額を伸ばす方法など毎回テーマごとに講義を予定していますということで、まあ、当日参加できなくても後日録画版を配信しますということですが、成田さん、これはどういった内容を、はい、そうですね、まあ、その、まあ、セミナー、まあ、外部からこう呼んできて、まあ、その例えば認証のとか、あとはその輸入の貿易についてみたいな難しいのから、うん、あとはまあその実践者の方でこう成果出た方でなんかこういった施策したらうまくはまりましたよって一番聞きたいかもやってもらったりとか、はい、あとはなんかそのやっぱりまあ毎回セミナーでこう議題がない時もあるんで、なんか勉強会みたいな形で Zoom 上でこう小さい部屋とかに分けたりして、まあ、お話ししてやっぱそこで結構そのモチベーションも上がってる、ね、いる方もいますし、うん、例えば僕がちっちゃい情報ですけどやっぱそういうのを聞きたかったみたいな話もあったりするみたいで、まあ、そういうのをやったりとかっていう感じでやってますね、はい、滝沢さんも参加される、はい、はい、リアルタイムでで参加するときもあるし、後で見るときもあるよね、はい、じゃあちゃんと録画版もあるというのは安心ですね、うん、はい、なのでこれはどういう時になってるの？平日の夜とかですか？まあ、セミナーはまあその土曜日とかが多いですかね、土曜日の昼とか、うん、土曜日の昼、うん、はい、で、まあ、その勉強会スタイルだと平日の夜とかですかね、はい、こんな感じで、平日の夜にやったり、土曜日の昼とかにやったりしているということなんですけど、まあ、参加できなくても録画版はきちんと配信されますのでご安心くださいということです、はい、そしてクラファンを成功させる16個のサポート特典ということで、これ16個全部説明しますか？はい、よーし、行きましょう、まず独占契約を獲得するための8つのサポートということで、うん、まずリサーチツールのご案内、これはどんなツールなんでしょうか？そうです、まあ、メジャーな海外 の、 そのクラファンサイトを、うん、まあ、簡単にリサーチできるツールがあるので、うん、まあ、そちらをご提供しているという感じです。これを使うことによって、まあ、ある程度対象となる仕入れ先を絞り込むことができると。そうですね、まあ時短って感じですかね、はい、まあ、確かに一個一個ねやってると結構時間かかるんで、それはまあツールによってちょっと短くしようということです、はい、で次ウェブミーティング時の通訳さんのご紹介ということ、はい、これはどういう感じなんですか？そうですね、これはあの海外のメーカーとまあメールでやっていくうちにこうミーティングしようよみたいな感じになるんですよね、はい、でそういった時にまあ通訳兼交渉係の方がいるので、まあその人をと、まあ、メーカーの人となんで、まあ、3人とかで入って、そしたらその人がもうバーッと喋ってくれるんで、はい、なんで僕とかは、まあ、ハローって言ってでさグッドって言って終わりです、もう全部やってくれるんで、英語喋れなくても大丈夫だ、ね、あ、大丈夫です、僕も全然喋れないので大丈夫です、はい、まあ、そういったこう交渉に強い、はい、クラファンの交渉とかも全部分かっている、うん、百戦錬磨の方がいるんで、はい、そういう人を紹介していただけると、はい、これはこれかかるんですか？マネーは。
そうです、まあ、プランによって感じです。その上のプランにはもう無料なんですけど、あ、ここでプランの選択ちょっと差が出てくるわけですね。はい、まあ、それはちょっとまた後で、はいはい、で海外メーカー打診管理シート、こちらはどういったものなんでしょうか。そうですね、まあ、これはまあ単純にこうメーカーに打診していって、まあ、打診したかなとか何回やったかなとかを管理していくっていう、まあそのまあ、管理ツールというかシートっていう感じです、まあ、営業管理ですね、はいはい。で次、新製品マーケティングタイムライン管理シート、これはどういったものなのと。まあ、これこう、まあ、なんかかっこよく書いてますけど、はい、こうやっていく順番のなんていうんですかね、こういうふうにやっていきましょうっていう、こうタイムラインの、まあ、大体のざっくりですけど、次これやって、次これやって、次やってみたいな感じの。あ、 Facebook 広告出しましたみたいな。ああ、チェックシートみたいな、そういうイメージですかね、はいはい。滝沢さん使われました。いや、ちょっと途中からなんかもう夢中になっちゃって使ってなかったんですけど、はいはい、まあ、こういうのもあったよということですね、うん、はい。まあ、この流れに沿っていけば、うん、まあ、ちゃんとこうマーケティングできますよというシートがありますと、はい。次は結構重要ですね、独占契約書のひな型ということで、もうこれは海外のメーカーと、まあ、ご自身の、ね、会社と、まあ、個人でもいいですけど、うん、契約を取るときするときに独占契約書がまあ必要になるんですが、はい、これのひな型を用意していただけるということですね、はい。だからこれクラウドファンディングで使えるやつですよね。そうですね、まあ、クラファンに限らず普通に多分独占契約としてやってるんで、うん、はい。でまあ、メーカー側が持ってる場合もありますけど、ない場合も結構あるので、そうするとその契約書を作ってくれみたいな話になった時に、何を入れればいいか分かんないじゃないですか、やっぱ最初って。なのでまあこれをまあ一通り網羅してるのを作ってるという感じです。まあ、これね結構重要で、なんか返品がどうのとかね、いろいろあるんですよね。期間がどうのとかね、広告費はこんだけ使いましょうとか入れてきたりするんだけどね、はい。まあ、ここちょっとねちゃんと注意しないと、はいはい、後々大変なことになるんでなったことあるんで、はい。まあ、ぜひこのこっちのひな型を使わせるようにするのが安全です。はい、次ですね、メーカー交渉マニュアル、これはどういうマニュアルですか。まあ、本当に単純にメールでやり取りで、まあ、どういうふうにこう交渉していけばいいのかみたいなのを、うん、まあ、そのマニュアル、まあ、動画であったりテキストであったりで準備してあるので、まあ、こういったこと聞かれたらこういうふうに返していきましょうとか、うん、まあ、そういうのはいろいろと詰まってるっていう感じですね。滝沢さんはこのマニュアル通りに交渉された感じですか。はい、お、うん、今度はちゃんと使っていただいてありがとうございます。じゃあこの同じ感じですね、メーカー交渉文テンプレートっていうのは、うん、このテンプレート通りにメール送っていけば取りやすいみたいな、うん、あ、そうですね、交渉文があると。これは使われました。はい、初めそれをあの使ってて、はい、で少しずつ自分でアレンジして、はい、アレンジしていきました。なるほどですね、はい。まあ、これいいですよね、ちゃんと自分でアレンジしていくっていう、うん、そうですね、やっぱここが本当重要なので、まあ、テンプレートは、まあ、あくまでもテンプレートなんで、うん、でやっぱ改良していって本当にその返信率 30%40% みたいな人もいるんで、すごいなみたいな、うん、逆に、うん、まあ、そういう方もいるんで、ただまあ最初どういう文章を送ればいいのか分かんないと思うので、うん、まあ、そこはしっかりと準備しておりますという感じです。はい、でそして最後、船原実績を利用権利、成田さん実績利用権利、これはどういうことなんでしょうか。僕の名前出てきてますこれはまあさっき の、まあ、その私初心者なんですみたいな時に、はい、ただこういう人たちと今一緒にやってますという感じでこう安心感を持ってもらえる、うん、それでなんか勝手に知らない人のプロジェクトとか使ってたらまあ良くないと思うんですよね。単純になんかバレたら大変なことになると思うんで、やっぱそういうのじゃなくて、まあ、僕とか船原さんの今までの実績を、まあ、使ってくださいって、まあ、これは本当にこのスクールに入ってないと絶対使えない権利なので、例えばこのね、今ちょっと言ってますけど、この机もクラファンで僕売ったやつなんで、これ3300万売れましたからね、クラファンで。すごいですよね。すごいですよね。すごいです。はい、あと何、成田さんも2000万とかね、何千万連発されてるんで、うん、その実績を使ってこういう人たちと一緒にやってますみたいな、はい、感じで、そうです、まあ、でも向こうもじゃあ大丈夫かなという感じで、うん、まあ、一応こういう実績も利用できますよという感じで、まずこちら8つ、まあ、8つのサポートがありますので、まずは契約取ってくださいということですね。メーカーとの契約取れるかなっていうのがすごく不安な方っていらっしゃると思いますし、多分滝沢さんも入る前は契約取れるかなっていうのあったんですよね。いや、はい、もうスクール入っといてなんですけど、はい、
取れるわけなさそうな気がするっていう普通に考えて、それでよく入りました普通そう思うと思いますよ、はい、僕もね一番最初なんかそういう契約した時にあれ取れるんだと思いましたもん、まあでも取れるんですね、うん、取れなかった人っていうのかな、めちゃくちゃやってんのに、いやめちゃくちゃやって取れなかった人はいないですね、やっぱりやらない人は取れないですけどね、まあ、まあこれは申し訳ないんですけどっていう感じですけど、やってる人で取れてないって人はいないんじゃないですかね、うん、じゃあこの契約を取れるかどうかっていうのも、もうこれは心配しなくてもいいよというところですし、こちらできちんとサポートもしますので、まあ、あとはちゃんと動くだけと、ちなみに滝沢さんはこの契約取るまでどのぐらいこう動いたというか、メール出したとかって。そうですね、意外とそんなに出してないんですよ、はい、何通ぐらい出したの。あでも100人ぐらいは出したかな、ただちょっと期間が長いんですけど。だって100通とか出せば取れる。そうですね、まあ、100通、まあ、本当超ざっくりですけど、まあ、100社に送って、まあ、20% ぐらい返信が来て、うん、その20社の中でいろいろと交渉してっていう感じなので、うん、まあ、その打診先もよりましたね、うん、その例えば海外で全部1億以上売ってるところに100通送っても、うん、いやそれはちょっとさすがに無理でしょと、うん、向こうもね行くって余っただからね、そうそう、実績ないのにそれはさすがにって感じなんで、まあ、そこそこので、まあ、こういったところ狙った方がいいですよみたいなのもあるので、うん、まあ、そういうところに送ってもらえれば100通送れば、まあ、1社2社は取れるかなっていう感覚ですけどね、うん、はい、ということで、もこのメーカーとの独占契約を取るということ自体は、まあ、誰でもきちんと動いていただければできますし、できないよねって思ってた滝沢さんでも、うん、メール100通送ったらあれ意外とできちゃったと、うん、取れた時は、うん、あれ取れちゃったとかね。そうですね、いいの私でっていう、まあまあ実際ちゃんとねそれで販売してるんで、向こうの人たちもね、うん、ありがとうございますって感じですよね、うん、で滝沢さんからメール来なかったらこの売り上げ手に入ってないわけですもんね、うん、向こうもね、うん、だからね、海外のメーカーの人もハッピーということなんで、うん、ぜひね契約取っていきましょう。そして次ですね、契約取れました、じゃあクラファンやりましょうというところなんですけれども、クラファンをやるだけだとね、最近ゼロとかもあるんで、うん、まあ、そのあたりはちゃんとこちらノウハウがありますので、支援を最大化するための8つのサポートを提供しております。まず1つがクラファン特化 LP 制作者の使用権ということで、依頼費用9万円前後、費用は実費となりますということで、まあ、スクール費用以外できちんとご自身で、ね、準備で払っていただくということなんですけれども、滝沢さんはご自身で作られたんですか、はい、利用者さんに利用させていただきました。めちゃくちゃいい感じでしたよね、うん、そうですね、ここは本当その文章とかもやってくれるん でデザインもやってくれて、9万円って多分めちゃめちゃ激安なんで、うん、安いですね、で、はい、しかもあのクオリティなんで、うん、まあ、普通多分20万ぐらいは普通に取ると思うんです。某幕開けさんは30万取れますか、ね、某幕開けさんすごいですからね、うん、しかもなんかちょっと微妙やばい、あ、だ僕たちね、そうですね、僕たちあの仲いいんで、幕開けさんとは大丈夫です。そうで、そうで、その上がってきたのを、まあ、僕が添削とかもして、よりこうブラッシュアップしてっていう感じにしてるという、うん、サポートです。なるほどですね、はいはい、やっぱこれあった方がいいですか、滝沢さん。あ、そうですね、ないと困りますね。ないと困る、はいはい、ないと困るということなので、こちらの業者をスクールに入った方だけご紹介していると。そうですね、はい、ということですね、はい、で、そのページももちろんクラファン商品ページ添削ということで、成田さんに添削していただけますよと、はい、で次はクラファンスタートダッシュサポートと、非常になんか抽象的なのが来ました。こちらどういった内容なんでしょうか。まあ、さっきその言ってたグループチャットに、まあ、みんなであげて、まあ、そこでもし買いたい人は買ってとか、うん、まあ、そういうなんか、まあ、相互支援的な、まあ、全然強制ではないですけど、はいはい、やっぱりまあちょっとでもつながればまたその売り上げにもつながるんで、あとはまあその Facebook でポストしてあげたりとか、うん、まあ、そういうのとかって感じですね、はい、みんなでこうちょっと応援しようみたいな感じですね。で次ですね、 Facebook グループ参加権利、こちらはどういった感じなんでしょうか。そうですね、これはこの、まあ、スクールの Facebook のページがあるので、うんうん、サイトがあるので、まあ、そこで、まあ、参加して、まあ、その進捗とかを、まあ、投稿したりという感じです。なるほどですね、はい、で次がですね、広告代理店の紹介、ディザー広告など書いてますけれども、うんうん、なかなか難しいところもありましたね。これは一体どういう感じなんですか。そうです、これは、まあ、見込み客集め
のところですね、まあ、ティザー広告ってまさに見込み客集めの、まあ、広告みたいな形なんですけども、うん、まあ、そういったのをこうしっかりと運用してくれる会社を、まあ、本当に親身になってやってくれるところなんで、まあ、ここ非常にその初心者、広告初心者の方にはすごいおすすめかなと思いますね。滝沢さんもね、代理店使って Facebook 広告など出されたということなんですけど、うん、こちらの紹介された代理店を使われたというか、そうです、はい、どうでした、良かったですか。そうです、もう本当お任せ状態で、はい、うん、何が起こっているのかちょっとわからないぐらいで、はい、なかなかでも一から自分でまず広告勉強して、うん、ね、この1回のためにやるっていうのはなんかそんな効率よくないですよね、うん、それだったらプロに任せた方がいいかな、はい、まあ、僕は思いますけどね、はい、なんか無駄打ちしちゃうんだよね本当に、うん、分かんないですよね、でもね、なんかね、分からないですね、最初は何百万とか燃やしますもんね、広告やってたらねうわこれ何百万燃やしてなんかコンバージョン2件でしたみたいなのもありますから、はい、明らかに違う設定してたりするのですいませんみたいな、やっぱその最初の設定が、ね、慣れないと分からないですからね、難しいんで、なんかやよくこのインターフェースも変わっちゃうんで、あ、そう、久々に見ると、あれ、あれどこだっけみたいな、うん、いきなりには赤バンしたりね、そうですね、クラファンのやつ結構赤バンするんで、うん、はい、まあ、こう代理店さんで、ね、やってもらった方が安全ですね、うん、はい、でやっぱり広告使った方がいいんですよね。そうですね、まあ、使っても使わなくてもっていう感じですけど、やっぱ商品力がめちゃめちゃ良ければ使わなくてもいいのかなとか、うんうんうん、あとはまあ自分でこう元々発信できるなんか媒体を持ってるとか、まあ、そういう方はいらないような気がしますけど、やっぱりもう何もない状態でまあポーンと出してもやっぱりこう裏路地にお店出しても誰も来ないって感じなので、やっぱりまあ大通りのところに出すためにはやっぱりちょっと広告かけてお客さんを呼び込むっていう、こう施策をしないとやっぱりこう売上の最大化にはつながらないっていうところはあるので、ただまあ最初から30万とかいくのは結構レアな気がする。そうですよね、30万大体まあ10万とか15万ぐらいでは、まあ、ね、大体そうですね、1日1万円2週間みたいな、そのやった方がいいですよって言ってもやっぱり最初にこうなかなか踏めないんで、いやでもそれだからこそあの売り上げがね立ったっていうのはありますかね。そうですね、だってそうすると2回目3回目で本当みんな本当50万とか下手したら100万突っ込んで1000万みたいなのをみんなやってくれるようになるんで、確かにやっぱ2回目とかは本当もっとバーンといくと思いますね、武田さんとは。ということで、こちら広告代理店もご紹介させていただきます、はい、次はですねグリーンファンディングの紹介ということで、手数料割引 4%、はい、これはそうですね、これはあのグリーンファンディングと仲良くしてるんでという感じのあれですけど、ね、なんかクラウドファンディングが出すなら幕開けかグリーンファンディングかみたいな、うん、そうですね、はい、まあ、ツタヤ系列の、ね、うん、グリーンファンディングがあるんで、これは割引していただけると、はい、そうですね、手数料が安くなるので、はい、まあ、もしね幕開けじゃなくてグリーンファンディング出すという場合は、うん、成田さんを通していただくと手数料が割引になりますよということです、はい、で次ですね、中国からの輸入代行業者のご紹介、これはどういったことでしょうか、はい、そうですね、まあ、そのアメリカとかのメーカーだとしても作ってるのは結構中国だったりするんですよね、うん、でそこからこう日本に送るときに、まあ、どういう手配をするのかっていうのはやっぱ初めてだったらわからないと思うので、まあ、よくしてもらってるというか、まあ、船名さんのところの会社なんですけど、はい、なんで本当にすごい親身になってやってくれる、ちゃんとやります、そこでやってもらうと、まあ、なんだろう、全然こっちがやることはあんまなくて、まあ、そのメーカーの倉庫から自分の自宅なのか、まあ、発送代行なのか、まあ、あと出るかもしれないけど発送代行の、まあ、倉庫まで全部バーッと送ってくれるので、うん、まあ、お任せできちゃうっていうところなので、まあ、ぜひ使ってくださいという感じで紹介します。はい、中国からまあ輸入をするときは、まあ、基本ね、こう代行会社挟まないといけないので、うん、こちらもご紹介させていただきますよということですね。そして最後 PSE 技的認証サポート、サポート費取得費用は実費負担となりますという感じですか。これはなんかまた難しいのが来ました、ね、そうですね、まあ、その PSE っていうのが、まあ、まあ、電気商品ですね、うんうん、電気がこう通電している商品で、技的っていうのが電波のところなんですけど、うん、これをその認証を取ってないと、まあ、日本で販売してはいけないという、はい、まあ、法律があるんですね、まあ、罰則ももちろんあるんで、
でそこをやっぱりこれって本当素人じゃ絶対取れないんで、あとこれがそのよく中国のメーカー、まあ、中国以外でもですけど、そこでいやうち BSA 取ってるからほぼ言ってくるんですけど、ね、全部嘘なんで 100% 嘘なんですよね。僕も最初はよくそういうのに騙されましたマジで 100% 嘘なんですけど、まあ、嘘ついてくるって僕ら基本的に思ってないじゃないですか、日本人は。でそれ出しても全部嘘なんですよね、本当に。違う商品 の, その認証した結果とか出してきたりするんで、なんでそこをちゃんと見ますよっていうサポートを入れてるんで、でそこでそうすると大体嘘なんで取り直しますよってなると、その時に またちょっと実費は出ますけど、その実費はメーカーに持ってもらったりと交渉もしたりとか、まあその折半なのかとかそういうのもちょっとサポートしたりとか、まあ、してるという感じですね。はい、まあ、これあの電気関係の商品はこの PSE とか技的の認証っていうのは必要になりますけれども、滝沢さんのようなあのボードゲームとか、うん、ああいうのはもうね紙だけなんで、うん、ああいうものは基本的にはこう認証いらないので、うん、まあ、家電系の商品ちょっとやってみたいなっていう方は、まあ、こういった認証を受けないといけない必要もありますので、そこはサポートさせていただきますよという感じですね、はい。ただまあいきなり電気系を僕も最近はおすすめしないですね、うん、高いんでこのサポート PSE でもう、まあ、2、30万ぐらい、うん、技的とかだと安くても50万 で、ね、僕なんか一人携帯電話を仕入れた人いるんですよ。あれ 4G の電波使ってて、その 4G の電波の技的の認証ってめちゃくちゃなんかお金かかる、200万です、まあ、その、ね、商品は 何千万売れたから良かったんですけど、売れんかったらすごかったなと思って、はい、まあ、そういうのもありますので、まあ、そういうのもねちゃんとあの、うん、ナイトさんに聞けば、うん、あこれやめといた方がいいよ最初はっていう判断をね、うん、してくれるかなと思いますので、はい、まあ、ぜひですね、このサポートも利用していただいて、支援金額をね最大化していただければと思います。さらに、クラファン後の対応と商品展開を加速させる4つの特典がまだあったと、はい、あ16個じゃないよともうあと4個追加しとこうということで、こちらはドドン、はいはい、有料国内発送代行業者の優先利用権、はい、なんかすごい漢字を並べてますね。そうですね、はい、確かにいやもう言いにくかった。有料国内発送代行業者の優先利用権がある。そうですね、はい、で今3社ぐらいは準備してまして、うん、でやっぱまあ僕が交渉したりとか、まあ、元々使ってるとことかもあるので、うん、まあ、かなり安い価格で出してもらってるんですよね、まあ、倉庫も兼ねてるんで、まあ、そこを使ってもらえれば、まあ、特に問題ないかなっていう。やっぱこのどこで発送倉庫するとか、うん、まあ、そういうのを探すのも大変だし、まあ、やったことないですよね、ほとんどね。で見積もり取ってってなっても、まあ、多分ほぼ最安なんで、うん、まあ、ここ使ってもらえば安心かなっていう感じです。滝沢さんはご自身で発送されたんですか、400個。いやちょっと今あの別の業者を使ってたんで、はい、うん、と思ってますね。ちょっと教えてあげないといやいや、ちゃんと言わないとですね。なのでやっぱ他の方ですけど、なんか全然違う倉庫使ってすごい倉庫量高い、はいはい、月に10万ぐらい保管料かかる、あの量でみたいな、それちょっと高すぎないですかそこみたいなのがあったんで、あのこっち使った方がいいですよっていう話は、はい、まあ、そういうことで、ご自身で、ね、発送するという方もいらっしゃいますし、うん、倉庫に、ね、一旦こう納品して倉庫業者に出してもらうという方もいらっしゃいますので、うん、なんか倉庫業者使った方がそもそも発送料安いんで、うん、そうですね、こっちの方が安くなったりするんで、うん、なかなか何百個も、ね、ご自身で発送するのも大変ですね、うん、はい、僕がコンサルしてた人2500個自分で発送したんですか。まあ、手が検証になってやばいって言ってましたよね。ね、ゴルフ YouTuber なゴルフができなくなるって、はい、まあ、それ置いといて、まあ、ご自身で発送しなくても発送代行業者がありますね。こういうのも発送していただけますよということですね。次がクローズドな販路販売ツール使用権、うん、販路販売、これどういったツールなんですか。そうですね、これは、まあ、Amazon に入れとけば、まあ、他の販路でも全部売れる。ああ、なるほど、あれか。そうです、あれです、あれか、モンスター。ああ、なるほどね。なんで、はい、まあ、これ、まあ、使うと、まあ、最初のうちはいいですよという感じですね、うん、はい、まあ、これもね結構有名なツールなので、うん、まあ、もし Amazon で、ね、販売するんだったら入れといた方が絶対いいかなという感じですね、うん、はいはい。次、一般ネット販売向け動線マニュアル、これはどういったことなんですか。
まあ、そうですね、これはまあこのクラファン終わった後にまあどういう感じで動いていけばいいのかみたいなのをこうまとめたまあマニュアルがあるので、まあ、それを見てもらって、まあ、もちろん商品ごととかで全然やっぱ実際現場レベルではあれなんですけど、うんうん、まあ、その考え方というか、まあ、そういったのはお伝えしているという感じです。はい、まあ、今度はこれやりましょうみたいなことですね、はい、終わったらここをこうしましょうと、はい、そして最後は全販路利益予測シート、はい、感情いいなこれはどういうんだ、まあ、これは単純にまあ利益予測をまあその例えば送料であるとか、まあ、まあ関税であるとか、まあそういったのを入れるのを忘れちゃうとやっぱり思ったより仕入れ高いとかなっちゃうんで、まあそういうのをまあ計算するシートを用意してるって感じですね。たまに消費税知らない人いますもんね、まあ、あれなんか仕入れるときに消費税払うの 10% 上がったりするんで。そうですよね、確かにで、あのね、売上も消費税払って、ね、もらってるから、その分も、ね、返さないといけないしみたいな感じなんで確かに、はい、まあ、このあたりちゃんとね、計算してきちんと利益を予測しましょう、うん、心配なクラファン後の配送や販路拡大のためのサポートもさせていただきますということですね。じゃあ20個あるということですね、全部でね、得点が、はい、あ、まだあった、はい、他にもネットビジネスに強い税理士さんのご紹介、まあ、稼いだらね、うん、納税しないといけませんので、はいはい、成田直伝外注化ノウハウ、外注化もできるようになる、はいはい、あとよくあるトラブル対応集、ビジネスの基礎、これもまたなんかマニュアルかなんかで用意していただけると思います、ね、そうですね、まあ、なんかマニュアルというかまあコンテンツなんか結構マインド的な部分も結構あるのかなと思うんです、うん、まあ、心構え的な、うん、ところもあるので、なんかそこら辺やっぱりまあ僕も副業で始めた時はやっぱりもう全然なんだろうマインドできてなかったと思うんですけど、うん、やっぱりまあどんどん自分でやるようになって、まあ、その船さんのコンサル受けてとかでまあ徐々にできてきたと思うんですけど、まあ、その時々でこう考えてたとかこういうのをやった方が良かったよなみたいなのをこう先に前もって分かった方がいいだろうなと思ってまあお伝えしてるっていう、なんか本当なんか考え方みたいなところかなと思いますね、はい、ということでね、まとめますとスタンダードプランなんですが、スクール期間がまあ6ヶ月間ということで、お申し込みの翌月の1日から6ヶ月間になってます、まあ、この期間内で基本、まあ、クラファンは1回はできますよということです、はい、まあ、できなかった方も、まあ、延長プランも用意しておりますよということです。で、個別サポートに関しましては、個別チャット無制限サポート24時間以内ですね。で、個別ズームコンサルティングが月に1回なので計6回、グループチャットへのご招待で、セミナーによるサポートがウェブセミナーが毎月開催なので、こちらも6回ですね。で、クラファンを成功させる16個の特典と、商品展開加速させる、まあ、4つの特典、あとまあ何個か特典ももりもりについておりますよということになります。こちらがスタンダードプランでした。で、滝沢さんはこのスタンダードプランの方に入られて見事な結果を出されたということでございます。でもあれですよね、だからこっからまだまだね、クラファンどんどんやっていくってことですよね。そうですね、はい、はい、だこのスタンダードプラン入られて、クラファンの基礎を、ね、うんうん、身につけていただき、さらにもう実践もされて、まあ、もうマスターみたいな感じですね。クラファンマスターマスターではないですけど、とりあえず実績が1個できたっていうそこが大きいっていう、はい、でも2回目は多分ね、次もうちょっとなんか狙えそうな気がしますよね、うん、そうですね、もう少しあの OK 率が、はい、あの高まるかなとは期待してますけど、はい、成田さん、やっぱり1回目より2回目高くなる人も多いんですか？そうですね、やっぱり1回目は本当100万とかぐらいで、まあ、2回目500万みたいな、なんか大体やっぱその全体像を1回通して1回目で覚えて、で2回目はそれを精度を高くやれるっていう、うん、あとまあ商品選定もよりなんかこう精度高くなるって感じなので、うん、まあ、当然売り上げも上がるよねっていう感じなので、うん、まあ、1回目はなんかまあ言い方はあれですけど、ちょっと練習みたいなのも若干あるかなという、まあもちろんここで利益もちゃんと狙っていくという感じですけど、本番は2回目かなっていう感じですね。やっぱ1回やるとね、全然違いますから、本当そうです。しかもできるんだっていうのがね、分かるだけで全然違うんで、はい、まあ、ぜひねこのスタンダードプランご加入いただいて、まあ、まずは1回でもね、クラウドファンディング挑戦していただければ、今後の人生ね、全然違ったものになるかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います、はい、でさらにですね、今度マスターコンサルプランと
っていうのもありまして、でちょっと違うということですね。先ほどのスタンダードプランよりも、まあ、より多くの特典を用意しておりますよという感じになります。でマスターコンサルプランなんですが、もうこちらに書いてあるんですけれども、まあ、一つ大きな特徴としては、今まで6ヶ月間だったのがですね、単純に12ヶ月間になります。だから1年間のサポートになりますよということなので、はい、クラファン1回とかじゃなくて2回3回4回みたいな感じもありますし、はい、クラウドファンディング終わった後のこの一般販売とかのねサポートなどもですね、で利用していただける1年間のサポートとなっております。まあ、これに加えてですね、マスターコンサルプランはですね、スタンダードプランのに加えて9つの、まあ、特典がありますよということで、1つ目がですね、先ほどの12ヶ月間になるので、クラウドファンディングもね、1回だけじゃなくておかわりクラファンもできちゃうと。そうですね、もうバンバン。はい、はい、おかわりクラファンって何ですか？1回目のクラファンをもう一回おかわりするってことです。わからない。武田さんちょっともうちょっと詳しく教えていただいていいですか？はい、はい、今1回目のクラファンが終わりました。で今これからもう一回別のサイトでクラファンをしようとしています。あ、なるほど。で幕開けで今421万円売れました、はい、これだけじゃなくてまた違うクラウドファンディングサイトに出せるってことなんですか？うん、そうです。さすがマスター。さすがマスター。ありがとうございます。一つの商品を複数のクラウドファンディングサイトにこう何回か出せる。そうですね。これをおかわりということですよね。はい。はい、なので、まあ、実はその順番とかもね、うん、重要で、最初にこれ出しちゃうと、うん、もう幕開け出せませんよみたいなのもね、うん、あるんで、まあ、いろいろ順番があるんですけれども、うん、例えば最初の6ヶ月間で幕開けかグリーンファンに出しました、うん、じゃあ次同じやつでねここやりましょう。じゃあこのね幕開けで使った LP とか、うん、これも全部使い回しできるんで、うん、ほぼ労力なく、まあ、さらに何百万の売り上げ達成できたりもします。そういったおかわりクラファンもできますし、まあ、新規のねクラウドファンディング立ち上げたりとか、あとネット販売、一般販売とか、うん、あと B2B の卸販売、うん、こういうのもですね、12ヶ月になると成田さんもまだまだサポートできるということですので、はい、まあ、クラファン1回で終わるというよりもこの後もどんどんねサポートしていただきたいという方はこのマスターコンサルプランもぜひご検討いただければと思います。はい、でさらに、特典ですね、9個ある特典のうちの2個目がですね、リサーチ検索ツールをですね、スクール期間中無料で提供させていただくということですね。実はですね、スタンダードプランの時にご紹介したリサーチの検索ツールなんですけれども、まあ、有料でのご提供となっていたんですけれども、マスターコンサルプランにご加入いただいた方にはですね、スクール期間中だから12ヶ月これを使い続けていただくことができるということで、通常12ヶ月で18万円かかるんですけれども無料になると。はい、18万円分の特典をプレゼントしますよということですね。はい、でマスター特典3つ目、海外メーカーとのウェブミーティング時の通訳交渉同席サポートということで、こちらもですねスタンダードプランにもねご提供してたと思うんですけれども、そこがですね無料になりますと、はい、もう何回でも呼び放題。そうです、凄腕交渉人を呼び放題になりますということなんで、はい、マスターコンサルプランの方はですねその交渉人の方いらっしゃるんで存分に使ってください、はい、何回でも使ってくださいということですね。で次ですね、4つ目がですね、大手実店舗への商品提案が可能。え、これはどういうことですか？大丈夫そうですね、まあ、クラファンで成功しました、終わりましたというので、うん、まあ、その店舗に、下ろしたいよという話があったら、うん、まあ、うちでつながっているところに紹介はできるので、ただもちろん、まあ、その相手方のあれもあるので、まあ、絶対入るとは言えないですけど、まあ、そもそもの入り口がどこに行けばいいんだみたいな、こう結構大きい、まあ、例えばロフトとか、うんうん、まあ、提案窓口みたいなのあるんですけど、多分絶対見てないんです。見てないですね。一応ありますよねホームページにね。そうそう、絶対見てないんで、結局絶対届いてないんですけど、やっぱそこでつなげることができるんで、うん、っていう、まあ、そのサポートですね、はい、ちなみに成田さんはこの営業会社として結構でかい感じでやってますよね。僕もね売ってもらったりしましたけど、あ、そうですね、まあ、いろいろと、まあ、まあ、やっぱ口座っていうものがなんかあるんで、うん、まあ、そこ開かないとそもそも届かないって感じなんです。そうですよね、口座ってちょっとめんどくさいですよね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、例えば自分がメーカーでね、ヨドバシカメラに商品販売したときに、ヨドバシにこう売れないんですよね、いきなりね。そうですよね、ヨドバシとこの取引がある会社を1個かまさないといけないっていう感じ
じなんですけど、まあ、成田さんは大丈夫。大丈夫です。みたいな感じですね。そういうこういろんなところと、まあ、口座開設って言うんですけど、取引をしているところに頼まないといけないので、実際このね、そういう大きいところに下ろしていくっていうのは難易度は高いんですけど、成田さんがそれをやってくれると。そうですね。まあ、そこでおつなぎするので、あとはまあ例えば下ろすときに、まあ、全部英語のやつだとダメなんで、マニュアル化して。しないととか、まあ、向こうからも言われますけど、まあ、そういった、まあ、多分本当に初めてやることだと思うんで、まあ、今までの僕の知見とかをお伝えして、まあ、こういうふうにやっていきましょうっていうのをお伝えしていくという感じです、はい、ということでこの実店舗への提案も可能になるというのがマスター特典の4つ目です、はい、で5つ目がですね、商品選定チェック個別サポート、これはどういった内容なんでしょうか、はい、そうですね、これは、まあ、その交渉の前メールですね、メールをどんどん送っていって、相手から来ましたと、うん、でもこの商品なんか売れるかちょっと微妙なんだよなみたいな時に見せてくれたら、はい、あこれはまあ大丈夫だと思いますとか、はいはい、あといやこれは厳しいと思いますよ、やべえよと、そうそう、これはちょっとさすがにしんどいと思うんで、はい、やった方がいいですよみたいなのをジャッジというか、まあ、そのもちろんそこの交渉して取ってきたところを、まあ、その自分がすごい詳しい絶対売れるっていうのだったらもちろんいいと思うんですけど、そうでもない場合だと、まあ、その僕の経験とか そういう今まで見てきた知見から、まあ、大体はジャッジできるんで、うんうん、っていうのをまあさせていただけるというようなサポートですね、はい、ちなみにボードゲームはどうなんですか。ボードゲームの時は先ほどの、はい、12リバーズ、まあ、あれはまあ売れるとは思いますけどね、うんうん、やっぱり本当にいやこれは無理なんじゃないかなっていうのをこう出されるからもいるんで、それはもうやめた方がいいですと、ねもともとこれちょっと余談になるんですけど、うん、こういうのをクラファンしたいからスクール入りますって方もね、うん、いらっしゃって、はいはいはい、そういうのって大体ダメなんですよ、うんうん、そうですね、まあ、そこはちょっとね、うん、あのスクールの趣旨ともねちょっとずれてるので、うん、ご自身クラファンしたい商品を売るために入るってなると、うんうん、その商品選定の、ね、ところから介入できないんで、うん、なんか売り上げがね低かったりもしますね。そうですね、やっぱりまあ売れる、まあ、そのコンセプトというかそういうのもやっぱありますからね、はい、まあ、そういったところもちょっと置いておいて、まあ売れる商品かどうかっていうのはきちんとね、サポートさせていただけますよということですね、はい、で特典の6つ目が一般ネット販売アドバイス、こういうのは、うん、これは何ですか。まあ、これはその例えば Amazon とか、うん、まあ、自社ショップやりますとか、まあ、そういったのをまあアドバイスをしてきますよという感じですね、はいはい、まあ、このクラウドファンディング終わった後にネット販売に移行していく時の、はい、まあ、適切なアドバイスをしていただけるということですね。特典の7個目が社内スタッフか身内の方1名追加、これはどういう内容でしょうか。そうですね、まあ、そのサポートのチャットにまあもう1人一緒に入って、まあ、そのチームというか、うん、そういう形で、まあ、対応していくという感じですね。じゃあ、 社員入れてもいいと、はい、いうことですね。じゃあ、 社長が入っておいて僕はやらないけど社員入れておきますみたいな、うんうん、そうですね、はい、社内事業の一つとしてやり始めたいんでっていうのも OK ってことですね。はい、 OK です。はい、まあ、そういう立場の方ぜひこちらの方ご利用いただければと思います。で、次はですね、特典8、成田さんとの JV 権利、これはどういったことでしょうか。そうですね、まあ、何かしら事業をやってる方とかもいますし、あとまあ当然クラファン並びで何かのそのうまくいってっていうパターンもあるんですけど、まあ、その、まあ、僕と何か一緒にビジネスしたいとかそういう場合にまあちょっとこうやっていくことができますよという感じ。成田さんと一緒にビジネスができる、はい、サウナとかができる。そうですね、サウナもできる。サウナ大好きなんで今なんかサウナ系の商品扱ってるんですか。そうですね、サウナを今売ったりしてるんで、はい、もうちょっとサウナ好きの方はぜひじゃあ JV の方よろしくお願いします。お願いします、はい、そして最後が俺僕が出てるまた、はい、船原との個別売れそうな、なるほど、期間中1回って、これなんか他のスクールでもね、させていただいてるんですけど、結構好評でして、はいはい、僕と話すためだけに高い方に入るかと思いましたけど、そんなことしなくてもね、そんなこと言ったらダメなのか、はい、まあ、僕と 1回話せますよっていう、ただそれだけの権利です。まあ、でもそれだけでね、なんか他のスクールの方だとご自身が取ってきたこの代理店のそのクラファンか、事業売却されたことあります、ね、これ売れますよ売れますよって言ったら、はいはい、2000万だったかな、売却できちゃった、いいですね。今なんか自分のブランド作ってるみたいな方もいらっしゃいますね、うん、はい、まあ、なんかそういう感じでなんかちょっと
全然違った方向からアドバイスできますので、もしよかったら僕との相談もしてください。まあ、あのマスターコンサルプランの方のみの特典となります。ということで、マスター特典のまとめなんですけれども、まず一つ目がですね、スクール期間が6ヶ月から12ヶ月間になるということなので、単純に期間が倍になるから、まあ、できることも増えますよということですね。はい、で二つ目がメーカーとのウェブミーティング、通訳、交渉、同席サポート無料になります。クラファンサイトの検索ツール無料になります。はい、で商品選定チェック、個別サポートあります。ネット販売向けサポートあります。で実店舗への商品提案兼同行者付き、同行者もついてそうですね、一緒にヨドバシ行きましょうみたいな、はい、その時の状況にまあ正直よるっていうところあるんですけど、うん、まあ、それはヨドバシの商談ルームみたいなのがあったりするんですけど、はい、まあ、そこに一緒にみたいなことも可能です、はい、ドンキもそうですね、ドンキも可能です、はい、まあなんかそういったところに、一緒に行ってくれるということですね、はい、で社内スタッフや身内の方1名まで追加サポートさせていただきます。で成田さんとの JV の権利、あと僕との個別ウェブ面談ということで、これ1回1時間程度、こちらの9個の特典がセットになっておりますが、まあ大きなやっぱ期間が2倍になることかなと思いますので、まあより長い期間、そしてよりね、こう深いところまでサポートしていただきたいという方はマスターコンサルの方も、まあね、選んでいただければと思います。スタンダードプランのポイントとしては、まあ基礎から学んでクラファンを1回チャレンジしたい方向けのプランということで、交渉からクラファン立ち上げまでの一連流れを学ぶことができますということで、滝沢さんこちら、はいはい、これコンセプト通りでだったでしょうか。あ、そうですね、はい、1回っていうのがすごく大きいですね1回やるのはね、しかもなんか独学でやっちゃって1回目が大失敗とかになるともう二度とやらないですもんね。そうですね、はい、なので1回そして成功させる、はい、まあ、成功って言ってもね、まあ400万売れる方もいらっしゃいますし、100万売れる方もいらっしゃいますけど、まあ、まずはね1回チャレンジされてある程度販売していただくと、で2回3回っていうのはね、その後もご自身でねできるようになりますので、このまあスキルや経験を身につけるっていうのが非常に重要かなと思います。マスターコンサルプランのポイントとしては、収入の一つの柱として本気でビジネスやりたい方ということで、まあ、クラファンで終わりというわけじゃなくて、まあ、クラファンをね例えば4ヶ月5ヶ月6ヶ月で終わったら、その後その商品をネット販売していきましょうとか卸ししていきましょうとか、まあ、そういったところもね成田さんの方でサポート可能ということですので、まあ、大きな柱としてビジネスの一つのね収入源としてクラウドファンディングから入っていくと、この歴史としてこの物販ビジネスっていうのをクラファンから入っていくというね、はい、こういったところを目指されている方はマスターコンサルプランもいいかなと思います。成功に導く環境ができていますので、ぜひですねオンラインマイクロ商社プロジェクトの方に参加してしたいなと思う方はですね、こちらの門を叩いていただければと思います。で参加方法なんですけれども、まあ、いきなりねこういきなりなんか今すぐ入れっていうわけじゃなくて、まあ、まずはちょっとね我々とコンタクトを取っていただきたいと思っています。ご興味がある方はまずね概要欄のリンクから LINE に登録していただければと思うんですけれども、概要欄どこにあるのという方はですね、タイトルをちょっとポチッと押していただくとミヨーンと伸びてきますので、ここにいろんなリンクを貼っております。ここに、LINE の登録リンクございますので、こちらを押していただくと、スマホの方だったらそのまま LINE 登録できますので、ぜひですね、LINE に登録してください。この LINE は我々物販総合研究所の相談員につながる LINE になっておりますので、ここでちょっといろいろねご相談をしていただいた後入っていただくという感じになります。まだねちょっと紹介させていただいてないこともいっぱいあるんですよ。例えばお値段とか、はい、お値段もねちょっと今お話できてないんですけど、こちら皆様の状況をいろいろ聞きながらちょっとお値段の方もね提案させていただきたいと思っていますし、まあ、YouTube からね入ってきてくれた方に関しましては、今日ちょっとお話ししていないまだいろんな特典がありまして、はい、まあ、例えば割引であるとか、まあ、例えば返金保証であるとか、ちょっと今回ねお話表ではできないことがございまして、こちらの LINE 登録していただいて、まあ、当社の相談員の方のねですねやり取りしていただく中で、ちょっといろいろまだまだ伝えきれてない情報というのはねお出ししていこうと思いますので、ぜひまず LINE 登録していただいてご相談開始していただければと思います。はい、で、LINE 追加していただいた後にお名前をですね送信してください。このなぜお名前を送信していただきたいかというとですね、LINE の名前しか我々わかんないんで、ヨッピーとかね、猫とかね、なんかそういう方が結構いらっしゃいますので、何とお呼びしたらいいかわかんないので、とりあえずお名前だけ、船原哲夫だったら船原哲夫だけちょっとね、ご送信いただければと思います。はい。
で、LINE 登録後ですね、こちらの方からちょっとページを送らせていただきますので、そこのページをねよく見ていただいて、そのページの中にですね、相談員と面談をするリンクがございますので、そこで、ご自身の好きな日程を、ね、予約していただければですね、こちらの方から Zoom などを、ね、使って、お電話とかでも可能なんですけれども、いろんなこう方法でですね、オンラインの面談をさせていただいて、面談っていうとなかなかなんかすごいあれですけど個別にご説明させていただくので、はい、こちらの時間をですね予約していただければと思います。LINE を登録したからといって絶対にこの、ね、スクール入らないといけないというわけではありませんので、え、はい、なんか興味がある、あとはなんか単純にもういくらか知りたいとかね、だってねこれでね今回めっちゃ稼げましたけど、入学金がね100万円とか200万円だったらなかなかねっていう感じになりますので、はい、ここはですね、金額の方もねご相談させていただきますので、そういったこともですね、検討されているという方はですね、まずは LINE 登録していただいて相談開始していただければと思います。はい、で今パソコンから見ている方はですね、こちら今出ている QR コードをですね LINE のアプリを立ち上げて読み込んでいただくと LINE の方に登録もできますので、こちらも利用していただければと思います。ということで、スクールの説明の方は以上となりますが、僕の話長くてすいませんでしたと、はい、興味ある方はねぜひ LINE の方送っていただければと思うんですけれども、ちょっとね、迷っているとか、なんかまだちょっと自分でもできるかなって考えている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そういった方に向けてちょっとね滝沢さんの方から何かアドバイスなどありましたら、はい、昔の自分を思い浮かべていただいて何かありますか？はい、そうですね、自分で仕事を起こしてみたいなと考えていらっしゃる方だったら、独占契約を取るとかいろいろとこうハードルがすごく高そうだと思うかもしれないんですけど、ちょっとスクールに入っといてなんなんですけど、全く私自分でできると思わない状態だったでもそれができたので、ちょっと一歩進んでみるとすごい楽しいことが待ってるかなと思います、はい、まずは一歩目を ね、 そうですね、踏み出していただいて、はい、でも入ったらできたってことですよね。そうですね、半信半疑じゃないってことですね。もうね9割疑ってたけどいけたってことですね。そうですね、すいません、はい、ね、独占契約取るとかね、そういうところはもうそんななんかね難しいことじゃないんで、ぜひスクールの方ね加入していただければ、こちらできちんとサポートさせていただきましょうということです。はい、では最後に成田さん、はい、ぜひよろしくお願いします。ビシッと締めていただいてよろしくお願いいたします。はい、そうですね、で、滝沢さんみたいにですね、本当に9割信じていないという方でも、ちゃんとカリキュラムありますので、それに沿ってやっていただければ、成果を出せる自信はありますので、ぜひ興味ある方は一回 LINE 登録していただいて、ご相談の上、申し込んでいただければ、しっかりとサポートをして自分で商社としてビジネスを大きくしていくという夢に向かって頑張って一緒にいければいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、すごく長い動画になってしまいましたが、この時点まで見ているあなたはめちゃくちゃ興味あると思うんで、悪いこと言わないので一度ね相談していただければと思いますので、ご相談お待ちしております。最後にもう一度お話しさせていただくと、概要欄にリンクございますので、そちらのリンクから LINE 登録してください。そしてお名前のねフルネーム船原哲夫だったら船原哲夫って送ってください。こちらからリンク送りますので、そこのページを見ていただいて、その上でですね、こちらの相談員コンシェルジュとの面談を予約していただければと思います。でこちらの QR コードもぜひね活用していただければと思います。では最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。LINE 追加の方お待ちしております。成田さんとね滝沢さんも長い間どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあぜひねクラファンやって人生変えていきましょう。はい、それではさようなら。